皆さん、ご視聴いただけてますでしょうか。私、クレア、リカーポートクレアの瀬間と申します。前回12月5日にですね、第1回目の、小中コーリング、オンラインライブ、開催させていただきました。ご視聴いただきましたお客さ、皆様、誠にありがとうございます。本日もですね、間もなく始まります。12くら、ご紹介させていただきます。まあ、今回、まあ、東京の倉本さんや、また、沖縄の青森、ご紹介させていただきたいと思いますので、3時間ほど、ちょっと長丁場になりますが、ぜひご視聴いただければと思います。まず、小中コーリングなんですけれども、昨年6月にですね、町田のパリオという場所で、試飲即売会、行いました。まあ、今回ですね、なかなか、難しいということで、開催難しいということで、オンラインという形で、また YouTube ライブで、開催させていただいております。番組のですね、途中、まあ、各蔵の、最後に、蔵のプレゼントが当たるキーワード、発表いたしますので、ぜひ、番組で発表しますので、欲しい方はぜひ、蔵までご応募いただければと思います。まず、焼酎コーリングなんですけれども、まず、どういった、まあ、題名で決めたというか、まあ、タイトルなんですけれども、まあ、私実は、まあ、バンドをやっておりまして、ご存知の方もいるかと思うんですが、有名なパンクバンドですね、イギリスの、ザ・クラッシュ、バンドがございまして、その、まあ、大ヒットした、ロンドンコーリングという、アルバムがございます。そのロンドンコーリングなんですけれども、まあ、通常の、まあ、パンクだけの、音楽ではなく、レゲエとかですね、様々な要素を取り込んだ、アルバムで、一躍有名になったアルバムなんですけれども、まあ、焼酎もですね、まあ、ロックやり、水割り、お湯割り、また今ですね、まあ、前割りだとか、まあ、ソーダ割りが非常に人気です。まあ、様々な飲み方があって自由、それに、まあ、食中酒、他のウイスキーとかの蒸留酒とは違って、まあ、麹を使っている点が、特徴なんですけども、食事しながら楽しめる、本当に楽しい、楽しめる、お酒だと思っております。まあ、これを機にですね、焼酎を、まあ、これからどんどん飲んでみようとか、すでに、焼酎ファンの方はですね、今日いろんな、お湯割りの、飲み方など教えてくださる蔵元さんもいらっしゃいますので、最後まで、ご視聴いただければと思います。それでは、まだもう少々時間ありますので、まあ、事前に、皆様、焼酎のキット、ご購入いただいたお客様いらっしゃると思うんですけれども、まあ、12月5日分はもう完売しまして、12月13日分は、残り店頭でもあと今日3セットですかね、ありました。もう番組始まってるので、まあ、これからご購入いただいて、ご自宅で、まあ、蔵の、まあ、お酒の紹介し、聞きながら飲むのもいいんですけれども、まあ、ゆっくりとですね、まあ、たくさん入ってますので、ご自宅で飲み比べだったり、今日おすすめの飲み方、ぜひ実践していただければと思います。今日はですね、東京の倉本さん、また、宮崎から鹿児島、あと福岡ですね、あと沖縄と、さまざまな、倉本さん、登場いたします。まあ、杜氏さんだったり、倉本さん、また、もう長年、勤められている、まあ、ベテランのですね、営業の方などいらっしゃいますので、最後までご視聴くださいませ。はい。それでは、間もなく、スタートになりますので、もうしばらくお待ちくださいませ。もうちょっとか。お願いします。そろそろですね、最初の倉本さんがご準備できそうなので、最初の倉本さんなんですけれども、東京都のこれ八丈島で、情け島、また限定ブランドのですね、バッカ情け島を、作っている、専務の、小宮山さんをゲストに、お迎えして、まあ、いろいろお話を伺っていきたいと思いますので、ご準備できてますでしょうか。小宮さん。もしもし。ああ、もしもし。あ、どうも、こんにちは。ああ、どうも。
願いします。お願いします。あ、今日は黒 T で。あ、今日は黒 T で。ありがとうございます。はい、はい、そっちはどう、よろしくお願いします。そっちはどうですか、天気の方は。天気いいですね。で、今日は17度ぐらいなんで、まだ T シャツで行きます、ね。ああ、もうこっちはちょっと肌寒いですけども。あ、肌寒いですか。はい、ちょっと暗い中暑いですね。暑いですか。蒸気使ってますね。なんか今日作業してたとかそういうわけではなく。あ、今日ちょっと作業してました。あ、お疲れ様です。はい、すいません、合間にご出演いただきました。はい。まあ、今日はあの15分ということで、ちょっと、はい、あの短い時間で恐縮なんですけれども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さん見てますでしょうか。小宮山さん登場していただいてます。はい、では、小宮山さん、早速ですが、はい、自己紹介、蔵の紹介の方をお願いしたいと思います。はい、私ですね、東京のですね、伊豆諸島八丈島というところで、情け島という焼酎を作っております、3代目八丈後発、小宮山善裕です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。蔵の説明。はい。はい、ですね、まあ。そうですね。あとは、あの八丈島の、まあ、ことだと、おりまじ、はい、ぜひ、お願いします。皆さん、八丈、なんでですね、焼酎っていうと、九州、うん、まあ、もちろん、鹿児島、宮崎、それから、青森ですね、沖縄の青森を、頭に浮かべると思うんですけども、実は、まあ、八丈島も、1853年から、焼酎作りをしてるんですけども、まあ、それまではですね、どうやらなんかの文献を見ると、うん、雑穀のどぶろくを飲んでたようなんですけども、まあ、その蒸留という技術がですね、はい、そのシルクロードを通って、うん、シャム国を通って中国になってパイチュになりますと、うん、でそこから海を渡って、まあ、その各々の焼酎になるんですけども、最後にですね、鹿児島からですね、まあ、流人の方が、うん、八丈島に、流れてきまして、うん、でその時に八丈島にあるさつまいもを見てですね、うん、あ、なんだそのうちのね、その実家の、はい、地元の薩摩ではこの芋で酒を作ってるぞと言ってですね、乱引きを取り寄せて、うん、でそれで八丈島の島民に、教えたのが始まりなんですけども、うん、でその時にですね、まあ、八丈島にその米がなかったんですけども、でその工場どうしようかといった時に、うん、麦麹ですね、はい、麦麹で芋を作るっていうですね、ちょっと独自の東京芝酒として、ね、うん、花開いたということになっております、うん、まあ、まずは芋焼酎からっていうところですかね。まずはですね、うん、麦麹焼酎なんですけど、麦麹の芋なので、まあ、全くその皆さんが知っている芋焼酎ではないということを知っていただきたいなと。はい、はい、キーポイントですね。はい、キーポイント、はい、はい、でそれから、まあ、麦麹の芋を作っていくんですけども、そこからだんだんと昭和になってくると、うん、フェニックスロベレニーっていうですね、うん、まあ、それ葉っぱなんですけど、はい、メイン、なんだか結婚式とかのメインの花の横に添えれるですね、は、葉っぱが1枚25円から35円とか、はい、で、まあ、東京都、まあ、八丈町も、うん、そのお金外貨を稼いだ方がいいということで、はい、まあ、そっちの方に農家さんが行ってしまって、まあ芋がだんだん取れなくなってきて、そこで麦をですね、一番最初は押し麦をこう輸入するんですね、八丈島に持ってきて、はいはい、で押し麦をふやかして戻してから芋をかける。押し麦、押し麦ですね。押し麦というのは本瀬さん食べたことないですか、うん、なんか押し麦。あ、ちょっとないですね。ないですか。すみません。はい。で、はい、でそれで、押し麦麹の芋焼酎に変わりながら、うん、芋が足りないんで、麦焼酎を作って麦を足すんですね。うん、それで、それなので、芋麦ブレンド焼酎っていうのが今度できるんです、うん。で、麦焼酎を作るんだったら、まあ、麦もブレンド、はい、ブランドとして出そうと、うん、いうことで、まあ、麦麹の芋から始まり、はい、芋麦ブレンド焼酎があり、うん、まあ、麦も作るようになったというですね、はい、そういうちょっとこう歴史がございます。歴史が、あ、ありがとうございます。はい、そこで、これですね。出ましたね。はい。はい、ちょっとこう私が、平成、2007年か。2007年にですね、うん、ちょっとリリースさせてもらった、うん、ちょっと祖父の時の、ちょっとこう、うん、飲み応えのある、ちょっと麦焼酎を作りたいなということで、うんうん、またちょっと蒸圧蒸留を復活したと。はい、いうことでございます。
まあ、非常にあのインパクトのある、はい、私はちょっと麦のディープインパクトってちょっと言ってるんですけど、はい、もう本当に飲んだら忘れられないようなね、まあ、よくなんか麦チョコっていう方もいらっしゃいますけども、はい、うん、でそのまあ麦チョコっていうか、まあ、麦の蒸発、まあ、先輩方々いろいろ、まあ、あの名前が上がると思うんですけども、うん、まあ、その中でも私はですね、そのビター感ではなくて、うん、その麦の甘みを感じてもらう、まあ、食中ギリギリの香ばしさっていうのが、うん、まあ、その抜柑情け島のコンセプトになってまして、はい、うん、まあ、そこをちょっと感じていただけたら、うん、まあ、作り手としてまあ嬉しいなというところで、蒸留、まあ、ろ過をですね、ちょっとして味を止めて、ビター感の出ない、うん、苦みの出ないようなところでストップしてるということをしています。まあ、ギリギリのせめぎ合いというか、もう本当、そ、ね、まあ、そこがもう、まあ、技術というか、はい、もうここまで行っちゃうと酸化しちゃうよ、うん、ここまで行ったらビターが出るよっていうところで止めるというのが、はい、ありがとうございます。はい、まずそのバッカーなんですけど、その名前の由来なんですけれども、はい、はい、どういった、まあ、まずですね、その情け島なんですけども、はい、あの沖で見たときゃ鬼島と見たが、うん、来てみりゃ八丈は情け島っていうですね、うん、まあ、八丈民謡がありまして、はい、そこから、まあ、なんかその島に来たときに、わあ、なんか鬼が住んでそうな島だな、あ、でも住んでみたら、うん、あ、八丈島っていうのは、はい、情けないじゃなくて、はい、情けがある情がある島、情け島ということで、はい、情け島っていうのは八丈島のことなんですけど、はい、でその横にですね、バッカン、あのその、はい、命名しまして、まあ、日本に、まあ、冠たる麦焼酎を、まあ、ここ八丈島、情け島で作りたいということで、まあ、その冠たるですね、日本に冠たる麦、はい、っていうことでちょっとバッカンと勝手に自分で作りましてですね、はい、素晴らしいですね。ね、今ではもう本当に小宮山さんのその思いから、はい、ね、いろんなあの各地方で、ね、はい、販売されてこう、ね、人気も出てますしね、出てます。その行動力、行動が そ,、まあ、そういった形でつながってるのは素晴らしいですね。でこの黄色っていうのはですね、これもちょっとやっぱり八丈島にちょっとゆかりのある黄色でございまして、うん、はい、あの日本三大紬、うん、大島紬、うん、結城紬、黄八丈、うん、はい、と黄八丈の黄色です、うん、黄色、これも八丈島でゆかりのある、はいはい、色になりますので、うん、ぜひなんかこう黄色がですね、ちょっとお店のパッとあったらですね、はい、黄八丈を思い出していただけたらありがたいなと。もうし幸せの黄色いハンカチじゃないちょっとね、こう幸せを呼ぶようなカラーで、はい、小宮さんも本当にもう幸せに呼ぶような笑顔で素敵な方です。はい、あのでは早速ちょっとバッカンの、まあ、おすすめの飲み方だったり、はい、そういったものをちょっと、うん、あのですね、飲み方なんですけども、あの八丈島はですね水割りの文化でございまして、うん、思い返すとですね、私がまあ子供の頃ですね、はい、まあ、私まあ焼酎屋の息子なので、うん、こう年配の方がですね、はい、すげえと言われた時に、ね、着いた時はまだですね、気で飲んでいるプロの方々がいたんですけど、うん、まあ、今でもさすがに水気で飲む人もいなくなり、うん、でその子供の時ですね、冷蔵庫がこう普及してるというか、うん、まだですね、冷蔵庫の上にですね、はい、製氷機みたいなのがあって、うん、まあ、霜で全然こう氷が作れなくなっちゃうみたいな、はい、その時からなんかこう冷たいものの方が、うん、まあ、なんか高級というか、うん、いう感じになって、うん、まあ、八丈島で、水割り氷いっぱいっていうのが基本なんですよ、うん、ああ、いっぱい入れてる、はい、なので、まあ、私もそういうちょっと飲み方が多いんですけれども、うん、はい、でまあ、バッカンとか情け島を作るにあたって、うん、その味の判定をするときに、うん、まあ、蔵というよりは、うん、今一回家に帰って、はい、ちょっとこう着替えてですね、うん、飲食店に行って、うん、そこで水割りにしてあの味をこう見るということをしてます、はい、やっぱ蔵でですね、立って の,、うん、あ の, その試飲するのと、うん、やっぱり食事があって、うん、でどうやってでまた人が作ってもらうとか、はい、あ、まあ、全然違うんですけど、うん、まあ、そこを一つ水割りっていうのを美味しく飲んでもらいたいなという抽出設計というか、うん、にはしています。
ね、なので水割りで飲んでほしい。うん、まずはありがとうございます。はい、ね、でまあ、私もちょっといろいろバッカー、お湯割りだったり、ソーダ割りも試してみたんですけども、はい、まあ、それそれで本当に、まあ、ありだな、受け止めてくれる飲み方だ、お酒だなとは思ってます。はい。はい、ね、まずは水割りで皆さん、試してみていただければと、はい、はい、思います。はい、で八丈島といえばやっぱり、まあ、明日場だったりだとか、はいろいろ、まあ、島寿司とかね、珍しい、わさびじゃなくて、からしつけて、もうご存知な方いると思うんですけども、まあ、そういったものとも合わせても非常にいいんでしょうか。そうですね。やっぱ合うのは、やっぱりこう油系は多いですね、うん、その合わせるにあたって、うん、まあ、マリアージュというよりは、油切れとか口に、うん、まあ、草屋を食べました、はい、それを情け島で焼酎で一回、ね、うん、リセットする中、はい、いうような、うん、飲み方の方が合うかなということで、うん、結構ですね、カレーなんかも。あ、スパイス系合うみたいですね、肉とかスパイス系の、うん、ね。そこと一緒に合わせても面白いですし。うん、ですね、草屋はちなみによく食べられるんですか？ちょっと私、草屋はちょっと苦手なんですけど。はい、ですね、私、結構食べる方で、はい、みんな島の人食べてるかなと思ったんですけど、うん、なんか島の人、そうでもないらしくて。結論から言うと、小宮山家が食べてるということで、うちは、私は食べてる方だと思います。もう結構、まあ、そんな匂いが きつくないのもあれば、きついのもあるじゃないですか。はい。まあ、ちょっと、まあ、新島さんのですね、うん、まあ、レベル10もあれば、うん、まあ、80はだいたいレベル4ぐらいなんで。あ、優しい。はい。まあ、皆さん、もしね、草屋、多分おそらく一番出回ってるのは新島ですけども、うん、八丈さんもぜひですね、マイルドなんで、まあ、草屋の減圧って私は言ってるんですけど、ぜひ減圧の草屋がね、優しい方で、はい、合わせていただけたらいいななんて思ってます。 ありがとうございます。で、小宮さん、まあ、外でいろいろ飲まれたりする八丈島、結構いろんな居酒屋さんはあるんですかね。そうですね、伊豆諸島の中でおそらく、飲食店、それからまあスナックですね、人口あたりのスナック率とかも八丈が多分一番、うん、多いと思いますね。うん、はい、で東京にある郷土料理なんかも多分八丈島料理屋ってあるんですけど、はい、うん、結構その他の島の料理って料理屋ってなかなかないんですよね。うん、まあ、新宿に青ヶ島屋さんとかありますけど、ありますやっぱり八丈島料理っていう、はい、のが全国何軒かあります。はい、あと、三軒茶屋にもありましたよね。ちょっと島料理ですか？島料理。三軒茶屋、下北にありますよね。ええ、下北に第三新生丸さんですね。うん。中沼さん、お世話になってます。ね、ぜひ、まあ、東京にお住まいの方は、まあ、新宿にもありますし、はい、新宿は、私も行ったことあるんですけど、なんていうお名前でしたっけ？それですね、青ヶ島屋ですね。あ、青ヶ島屋さんでね。はい。あと、まあ、あとは下北か。あとは、他になんかおすすめの。あとはですね、新小岩と小岩ですね。ああ、小岩。新小岩。ここは私の、うん、同級が、金城さんがやってる、うん、あります。八丈島料理屋ですね。うん、もうそこも島酒が揃ってますんで。うん、ぜひぜひ。ね、はい、ご視聴いただいてるお客さんもぜひ。行っていただきたいと思います。で、あとはあれですね、はい、最近まあ、虎ノ門蒸留所という、はい、で、小宮山さんの作ったお酒をベースにジンなんかも、はい、ね、出てますよね。そうなんです。ですね、その虎ノ門蒸留さんが、修行先に、岐阜のアルケミエさんですね、うん、辰巳さんのところに修行に行って、まあ、オール東京さんのジンを作りたいという時に、せっかく東京で作るんだったら、うん、東京のアルコールで、うん、東京のボタニカルで、うん、東京の水で作ったらどうだというアドバイスをいただいたみたいで、うん、そこでちょっと連絡いただきまして、うん、小宮さん、ちょっとアルコール分けてくれないかということで、うん、まあ、うちの情け島の40度を、うん、タロノモン上流さんに送って、はい、うん、で、水はあれですね、沢上さんですね、沢上さんの、うん、
水を買って、ね、沢野さん、ああ、はい、でボタニカルは、まあ、東京だったりということで使ってもらって、はいはい、まあ、うちのね、キーモルトじゃないですけど、キーのアルコールになってるんじゃないかなと。はい、でそう、小宮さんに教えていただいて、それでうちもきっかけで、使わせていただくようになりまして、うん、まあ、そちらも、まあ、酒ラボの方に、まあ、何回か、はい、出させてはいただいたんですけども、うん、まあ、こちらもぜひ、飲んでいただければと思います。あ、すいません。皆さんね、小宮さん、ありがとうございます。すいません。で、小宮さん、まだまだね、ちょっといろいろ話したいところなんですが、はい、時間の方が、時間来ましたか。すみません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、まずキーワードですね。はい、小宮さん、今回プレゼントの方が、はい。はい。でも、あ、T シャツ。T シャツですね。はい。情け島とか。T シャツです。はい。これ黒ですかね。はい、これもう非売品の。非売品の。これ紺ですね。あ、紺ですか。サイズは色です。ちなみにサイズの方は、クラビットのみしか着てない。あ、M です。あ、M のみで。はい、M。あ、わかりました。M、大丈夫です。はい。じゃ M サイズのか、ご希望の方というか。M だなという方は。はい、M。S、S。もそういう話はちょっとまあ、まあ、夜、今度もしだったら、はい、うちで作った、なんだ、着れなそうだなという方は、はい、75度の 75% の手指消毒用アルコールがありますんで、はい、それでもいいですか。わかりました。要相談ということで。そうです、はい、あ、やっぱ T シャツですね。T シャツですね。私も欲しいぐらいです。なんか着てもらうと。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、小宮さん、最後にキーワードの発表をお願いいたします。はい、キーワードは、東京島酒です。東京島酒。ぜひ、東京島酒、T シャツ欲しい方は東京島酒と、クラヤのメールまで、info@kura-ya.com ですか。こちらにご応募いただければと思います。小宮さん、本当に短く時間で申し訳ないんですけど、どんどんまたぜひ、はい、お会いできるようにしております。はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません。今日はどうも、ありがとうございます。小宮さんでした。ありがとうございます。はい、どうもです。それでは、八丈後発、専務の小宮山さんにご出演いただきました。まだまだ話足りなかったんですけども、ぜひ、ね、機会があれば、まあ、バッカー飲んでいただければと思います。次はですね、宮崎に、飛んでまいります。宮崎県宮崎市、代表取締役の、落合良平様、ご出演いただきます。様々なですね、焼酎、原料を使った焼酎を作っている倉本さんです。あ、落合社長、あ、どうもこんにちは。こんにちは。どうも今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。待ってました。大丈夫ですか。時間大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとうございます。後ろに前掛けまで、ご用意していただきましてありがとうございます。宮崎の方はどうですか。今日は今日はいい天気ですね。あ、暖かいですか、宮崎。もう作業してるとちょっと汗ばんできて。汗ばんできて。半袖です。お疲れ様です。今日もなんか仕込みか。仕込みはもう終わってますかね。今ちょっと仕込みが無理関係をちょっとやってるところなんですけど。はい、ありがとうございます。まあ、お茶屋酒造さんは、まあ、いろんなね、お酒を、まあ、原料としたお酒を作ってらっしゃると思うんですけども、はい、自己紹介、まあ、蔵の、まあ、特徴なり、お願いしたいと思います。はい、宮崎市で焼酎を製造しているお茶屋酒造場の4代目の代表兼当時のお茶屋良平です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。うちの蔵特徴は、まあ、酒母を、まあ、ずっと創業以来ずっと使ってきている、うん、和亀、単国560リッターぐらい入る亀で、酒母を作る、うん、そのと、まあ、仕込み水なんかを、まあ、蔵のすぐそばを流れている鏡水川の、あ、鏡水ですね、伏流水を使って、うん、仕込みをしているというような、うん、特徴があります。ありがとうございます。で、前回は、ね、焼酎コーリング新即売会で、ね、はい、ご出演いただきまして、
ありがとうございます。はい。また伺ってください。冒頭でもちょっとお話しさせていただきましたが、落合さんのとこは本当に珍しい焼酎を。そうですね。うちも宮崎県の焼酎屋なんで、うん、製造販売両方とも 80% は芋なんですけど、残りの 20% で、まあ、米麦やったり、まあ、一部ちょっと、うん、いわゆる変わり種って呼ばれるようなちょっと変わった原料を使った焼酎も製造しています。そうですね、まあ、うちでこの前のハロウィンの時なんかかぼちゃので、ね、焼酎あれは非常にね、美味しい、まあ、ソーダ割でも美味しい、香りも、ね、かぼちゃっぽくないですけど、ね、かぼちゃっぽくないですよね。かぼちゃはだいぶ発酵しますんで、かぼちゃらしさがなくなってしまって、まあ、飲みやすくて甘くて、はい、なんか以前はなんかアシタバとか、そうですね、小松菜とか、あ、小松菜、小豆とかでも作ったりしました。小豆。あとはニンニクとかですね。はい、ニンニクはすごいですよね。ニンニクはやっぱニンニクの香りが。そうですね。大体そういった野菜系の焼酎は地元の特産品で焼酎を作ってほしいという依頼が来て作ることが多いんですけど、でニンニクなんかも青森県の方からの、向こうからそのニンニクを使ったし、地元のお土産になるような焼酎ということで、製造した経緯があります。はい、それってなんか結構時間かかるものですか、こう最初に初めて作るときとかは結構難しいというか。そうです、実際に作るとなると結構量が動きますんで、まあ、失敗したら大変なことになる。そうですよね。いろいろ原料のサンプルいただいて、まあ、こっちで蒸したり冷やしたり砕いたり、いろいろこねくり回して、まあ、試験してみて、それでまあ何とか原料の特徴がお酒に乗りそうだというような当たりがついてから、まあ、具体的な製造の方法に入るような感じですかね。ありがとうございます。で、今日ご紹介いただくお酒が、今回は生姜を使った、まあ、うちでも人気の焼酎なんですけども、ジンジャー焼酎。はいはい、そうですね、まあ、鏡水ジンジャーという名前で出しているんですが、うん、まあ、うちもその当初は、まあ、高知県の四万十の方から、四万十の農家の方からですね、はい、特産品の生姜で焼酎を作ったというのが始まりで、うん、で、まあ、その授業が終わって、まあ、弊社の製品として展開 していくという時になった時に、まあ、宮崎の生姜に切り替え、生姜を使って切り替えても地元のってことですね。で、その生姜の焼酎なんですけども、うん、でも今も新規ともう手元にね、ある方は、まあ、手に取ってるかと思うんですが、うん、まあ、おすすめの飲み方などあれば。そうですね、はい、もう大体居酒屋さんなんかで出していらっしゃるのは、うん、やっぱソーダ割りが多いですね。うん、炭酸と相性のいい脂質でですね、香りが爽やかで、はい、でお酒自体もこう結構ドライ感があるようなキレがいいタイプなので、ソーダと相性がいいんですね。まあ、ソーダ割りにしてちょっとレモン果汁を垂らしたり、はい、うん、柑橘類と相性がいいタイプですので、うん、そういった柑橘系を使ったカクテルの、まあ、ベースに使ったりとか、ね、はいはいはい、そういった使い方をされています。うん、まあ、ロック水やりでも、ロックとかでも大丈夫、うん、大丈夫ですけど、まあ結構刺激が強く感じるかもしれない。あ、そうですね。でも私もまあ、ね、大好きな焼酎の一つでもあるんですけど、まあ私試した中でやっぱ餃子とすごい相性がいいなっていう。そうですね。餃子、うん、うん、揚げ物とかいいですか、ね、揚げ物とかあります。やっぱり、もともと生姜と相性のいい料理ですね。あ、はいはい、よく合いますね。だから、まあ、お肉の中だと豚肉と相性が良かったりします。あ、豚、やっぱ宮崎は豚がいろいろ。そうですね、豚の生産、鳥とかね。はい、うん、あとはまあ変わったとこだとイノシシとかシカとかジビエ関係のようなお肉。あ、宮崎でも結構そういうジビエ系は、まあ、シシ肉が出たりとか。あ、そうなんですね。うちにもイノシシが
まあ、いたずらしてくるんですけど。まあ前回あの宮崎のあの好き酒造さん出てきましたけど、あの登場いただきましたけども、うん、まあね、山地市で獅子の、ね、あのお酒なんかもあるんで、やっぱりまあジビエも、はい、ということで、ありがとうございます。あと、そうですね、あと宣伝させていただきたいのが、あの、両へ、あ、すみません、赤江、今、後ろにありますけども、はい、うん、まあ、定番の。そうですね、うちの主力商品ですね。まあ、うちは昔から、まあ、芋焼酎作ってて、まあ、もちろん、いわゆる白系の黄金千貫が昔から作ってた品種なんですけど、まあ、うちの場合、ちょっと紫芋、紫まさりという紫芋が出た当初から、まあ、製品化して、で、まあ、東京とかには、こっちの、まあ、まだ当時は紫芋が難しかったから、そうですね。それで赤いを進めていったら、まあ、ちょっとうちは、紫芋と白芋の売れ筋がちょっと逆転してしまって、主力銘柄が今赤い、紫まさりの芋の焼酎が一番よく出てますね。あと隣のヘッツイ猫も、ね、こちらは紫芋と黄金千貫のブレンドタイプで、赤いの次ぐらいに出てるんですけど、まあ、芋もいろんな品種が出るようになって、はい、まあ、それぞれの品種によって味わいが違う。で、まあ、まあ亡くなった先代が晩酌の時に、払って混ぜこぜして飲んでしまったら美味しくて、それがブレンド料理、あ、そうなんですね。あと、まあ、落合酒造さんといえば、あの創業111周年、111、ね、おめでとうございます。すみません、遅くなって本来であれば100、ね、10周年とか100周年とか110周年とかに、はい、もうぼーっとしてたら過ぎてしまう。落合さんらしい、こういや、あのね、あのおっとりしたね、お茶さん、うん、でも実際うちでも仕入れさせていただきまして、ね、うん、非常にまあ高級なお酒ではあるんですけども、ああ、まあ、通常とやはりどこら辺がやっぱ違うところなんですかね、焼酎で。あれはですね、赤いの110周年で出して111ですけど、まあ、うん、ちょっと麹の配合をちょっと変えたりとか、使っている麹の品種を変えたり、はい、ですね、発酵期間をかなり伸ばしました。低温経過において、はい、分ゆっくり発酵させるようにこう、うん、通常の 1.4 倍ぐらい伸ばしたかな。うん、そして、蒸留して、うん、ね、うん、基本、なんかまあ日本酒ってこうね、低温でずっと発酵させて、まあ綺麗なね、吟醸系とか、ああいった大、ね、焼酎でいうと、そこで蒸留すると、やはり、うん、そこでもやっぱり変わってくるもんね。やっぱり脂質はだいぶ変わります。発酵ゆっくりした方が、うん、なんていうかな、華やかな香りが立ちやすい傾向にあるんじゃないかなと思います。で、まあ、いろいろちょっと工夫して、うん、普通の赤いとはまた違った脂質にしちゃう、はい、まあ、110周年記念として、ありがとうございます。あとね、本来でね、コロナで、そういえば、春先、なんか宮崎の、なんかイベントありましたよね、なんか宮崎の酒蔵が集まって東京で。うん、あれ、11月とかですかね。半先だったかな、私行こうかなと思ったんですけど、コロナで中止になって、都内で、うん。今年はなんかそんな話はあるんですか、まあ今ちょっと増えてますけど。まあちょっと、うん、なんかやろうかなという雰囲気だったらこれだったらですね、なかなか今ちょっとそういった話もないですね。うん、宮崎の方はどうですか、今コロナは。やっぱりちょくちょく出て、あと、うん、老人ホームから、あ、やっぱありますね。まあ、以前はまだのんびり構えてたところが、皆さん出始めたみたいで、あ、そうですか。皆さんマスクしっかりして、ソーシャルディスタンスもやっぱり立ち話するときも、ちょっと、そうですね。お互いに距離を取るような。はい、ね、クラン作りにも影響出てきますからね。そうですね。はい、まあ、気をつけていただければと思います。はい、あとはそうだ、翔平さん、
弟さん、あ、周平さん、はい。はい、今ね、あのインスタですごい頻繁に上げてらっしゃいますけど。なんか、やり始めるまでは、ぶつくさ言ってましたけど、やり始めるとね、私も最近、ここ、ね、数ヶ月前から始めましたけど、ね、あの落合さんのとこは、すごいあの料理と、家庭料理と一緒にこう、ね、写真撮ったりして。うんうん、うちもあの味わいがちょっと違う、うん、いろんな味わいの焼酎があるから、うん、まあ、食事と合わせるときにこう、うん、選ぶ楽しさがあるんじゃないかなと思います、うんうん、ぜひねご視聴いただいてる、ね、お客様もインスタやってる方いれば落合さんのインスタ、ね、ぜひ 見てフォローしていただければと思います喜ぶと思います、はい、で落合さん、そろそろちょっとお時間になってしまいまして、はい、今回、プレゼントなんですけれども、はい、前掛けをいただいてるんですよね、はい、うん、ちょっと今こうやって手元にこちらあるんですが、裏に後ろにあるヘッツイ猫の、うん、このかわいいね、落合さんのところ猫飼ってらっしゃるんですよね。はい、はい、猫飼ってます、うちも。全くそういうあのこういう目のこう、いや、もう代替わりしてるんで、あ、代替わり、まあ、トラ柄です。トラ柄の、あ、猫ちゃんということで、はい。じゃその前掛け欲しい方はですね、これからあの内田社長キーワード発表していただきますので、はい。はい、キーワードは、バリエーション。バリエーション、はい。これはね話にも出てきましたけども、まあ、いろんな焼酎。そうですね、作っていることで、まあ、うん、特にいろんなのを作ってますけど、まあ、焼酎の、うん、特徴、まあ、世界的に見てもちょっと珍しい特徴の一つとして、うん、まあ、いろんな原料で、味の違いをバリエーションを持たせることが、うん、日本の焼酎という、うん、の特徴の一つだと思いますので、そうですね、バリエーションを選びました。ありがとうございます。落合修造さんの、ヘッツイ猫の可愛いですね、前掛け欲しい方は、バリエーションとご記入いただきまして、クライまで、ご応募いただければと思います。はい、そろそろお時間になってきました。すいません。まだまだね、お話ししたいとこですけども、うん、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。またお会いできるのを楽しみにしています。ありがとうございました。します。はい、それでは、宮崎県の落合酒造場、落合社長にご出演いただきました。ありがとうございます。続きまして、こちらも宮崎県ですね。今度は日南市の方です。代表取締役、県当事ですね、古澤雅子さんに、ご出演いただきます。まあ、一人歩きという、お酒を作っている倉本さんです。あ、雅子さん。まさこさん横になってます。大丈夫。あ、大丈夫です。はい。あ、大丈夫です。すいません。お疲れ様です。今日はよろしくお願いします。私の声聞こえてますでしょうか。聞こえてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。結構待っていらっしゃいました。大丈夫でした。大丈夫でした。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、前回も、もうテストさせていただいたんで、はい。ありがとうございました。はい、この前もありがとうございました。はい。今日はですね、まあ、一人歩きという、商品、皆さんのキットの、に入ってらっしゃると思いますので、まあ、その話とかも、伺いたいと思いますが、自己紹介、から紹介させていた、お願いしたいと思います。はい、宮崎の日南市で焼酎を作っております古澤醸造の古澤と申します。本日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。主に作っている商品は八重桜が主要銘柄なんですけれども、うん、その他に一人歩き、マムシなどを作っております。うん、ありがとうございます。で限定の、ね、お酒ばかりですけど、そうですね、八重桜もね、本当にコストパフォーマンスいいお酒で、特に私は麦の方が好きなんですけど、あ、はい、はい、すごい飲みやすくて優しい、もう雅子さんのこうイメージ通りこう優しい感じのお酒かなと思うんですけども、そう言っていただけるとありがとうございます。とんでもない。で、宮崎、蔵の周りなんですけど、はい、結構海が
結構綺麗ですね。伺ってますけど。ここ見えてますか？これか。あ、ありがとう。今日のこちらが海で、うん、こちらが川で、うん、蔵がこの辺になるんですけれども、うん、海と川に挟まれたちょうど砂州になっておりまして、西から風が吹いても東から風が吹いても穏やかな気候に恵まれたところで作ってます、うん、なので年中そんなに極端に暑くなることもなく、はい、寒くなることもなく、穏やかに熟成されてます。素敵なところで、はい、お酒が使われているということで、じゃ本当もう本当海川が綺麗な場所というところで、はい、すみません、一度もお会いし、お伺いしたことないんですけども、ぜひね、行きたいと思ってます。本当に、良い、穏やか、本当に穏やかなところです。はい。ね、ぜひ皆さんもね、まあ、日南市なんでね、皆さん結構、ね、旅行に行かれる方も、行ったこともある方もいらっしゃると思うんですけども。うん、ちょっと遠いですけどね。ちょっと遠い。宮崎から車で1時間ぐらいです。うん、あ、1時間。これ、蔵見学とかも、はい、やってらっしゃるんですか？まあ、今事前にご連絡をいただければ対応できる日とできない日があるので、はい、ありがとうございます、はい、では、今日、皆様の、お手元にキットの中に一人歩きという、商品が、まあ、入っておりますけれども、うん、見えてますでしょうか？一人歩き、字が逆ですかね。大丈夫ですか？大丈夫だとは思いますけれども、はい、はい、一人歩きの、まあ、由来だったり、まあ、商品説明の方お願いしたいと思います。はい、通常芋焼酎といいますと昔からの黄金千貫という品種を使っているんですけれども、平成6年に九州、宮崎の都の城市というところに九州農政の試験場がありまして、うん、はい、そちらの方でジョイホワイトという焼酎用の芋を作っ、うん、ができました、うん、でそれを最初に仕込んだのが古沢でございまして、その銘柄が一人歩きと言います、うん、これですね。なのでジョイホワイトで仕込んだ焼酎です、うん、ジョイホワイト、ね、はい、まあ、とてもフルーティーなタイプの、ね、印象、そうですね、黄金千貫に比べるとでんぷんも非常に高くて、うん、出来上がりがすごく軽いと言いますか、フルーティーな華やかな感じになります、うん、で黄金千貫はと、まあ、芋焼酎全般そうなんですけれども、うん、はい、熟成酒にするとちょっと芋の香りがこう、うん、おとなしくなってしまうという特性があるんですけれども、うん、はい、このジョイホワイトに関しましては熟成しても芋の香りが残るので、うん、熟成にとても向いている商品、うん、お芋だと思います。なので年に一度ですけれども、うん、この熟成一人歩きというのを、はい、でうちでももう入ってますけど、はい、熟成酒、はい、これを年に一度秋に出しております。熟成古酒、はい、うちでも毎年買われる方いらっしゃいますね。ありがとうございます。でファンの方いらっしゃいます。で一人歩きというネーミングなんですけれども、うん、ちょうど出したのが平成7年になりますので、うんうん、一人でこう芋焼酎が全国に歩いていってほしい、うん、広がってほしいという思いを込めてつけました、うん、その頃はまだ芋焼酎は全国になっておりませんで、うん、まだ南九州の、アルコールというイメージだったので、うん、でぼちぼち県外からもお問い合わせをいただくようになったところなので、はい、一人で歩いていってほしいなという願いを込めて一人歩きとつけました、うん、いや、ね、いいネーミングだと思います。はい、ありがとうございます。時々一人ぼっちで歩いているって勘違いされることがあるんですけれど、はい、その一人歩きではないので、なくてこうね、はい、まあ、親心じゃないですけど、なんかこうね、息子、まあ、娘さんこう一人でこうね、はい、お嫁に出すようなイメージで、ありがとうございます、はい、でその、まあ、息子さん娘さんじゃないですけど、まあ、ご兄弟いらっしゃいますよね。はい、私は兄弟3人です。ご兄弟でこちら一人歩きの方も、まあまあ、私3姉妹なんですけれども、はい、一人歩きの方も、ね、兄弟、そうです、それそうです、国連と保守と一人歩きと3姉妹になっております。はい、女の子かどうかわからないんですけれども3姉妹になっております。はい、で先ほどの熟成と、こちらが黒麹で作った国連、うん、黒を伝えると書いて国連なんですけど、うん、こちらも黒麹で通常一人歩きは白麹を使うんですけれど、こちらは黒麹で仕込んでおります、うん、これも秋限定、
はい、うん、年に一度の秋限定の商品です。うんうん、ちょっとあのこれは男の子かな、男の子かちょっとおてんばな感じのおてんばっていうかね、はい、はい、あの体育会系の女の子ですね。はい、ので、はい、の3種類が一人歩き、ジョイホワイトで作った商品はこの3種類になります、うんうん、あとあのそこマムシも見えてますけど、あ、はい、マムシです、うん、こちら、うん、マムシはどういったネーミングで、これはあのよくこう中覗かれる人いるんですけれども、うん、虫編のマムシではなくて、うん、己を磨いて無となし志を正すという意味でして、うん、あの焼酎作りに、うん、精進しますというここあの、まあ、宣言といいますか、うん、そういうあの一生懸命作った商品を見てくださいというマムシでございます。これはまさこさんがつけられたんですか。で、先代です。あ、先代の、はい、あ、そういえば、雅子さんも女性で、まあ、当時、蔵引き継ぎましたけど、はい、先代の、もうずっと女帝で、女系というか、そういう家系。先代は父ですので、男ですけど、私が5代目になりまして、3代目も女です。うん、はい。なので、まあ、女性、意外と女性、がやることにあまりこう、うん、なんて言うんでしょう、まあ、男が継がなきゃいけないものという感覚はないですね。結構すんなりこう、そうですね、蔵の方にもこう入られたっていう感じですね。はい。もう母が、私が生まれた時は母が代表でしたので、うん、3代目でしたので、はい、はい。その辺は違和感なく。違和感なく。はい。ありがとうございます。あとこの前ちょっとお話で出たスミあのスミコ、あ、スミだ、はい、ここが蔵なんですけど、ここのスミっこにあるのがスミ太郎と言いまして、うん、かわいい、あの多分おそらくスミっこにあるからスミ太郎だと思うんですけれど、先代が名付けたのでちょっとあれなんですが、うん、亀で、10年間単独で、うん、その移し替えとかはせずに、うん、その亀だけで10年間寝かせたものを10年ごとに出しておりまして、うん、今7年ぐらい経っておりますので、うん、あと3年ほどしたら3代目スミ太郎で商品化させていただきます。これね、3年ちょっと待ち遠しいですね、スミ太郎。ありがとうございます。はい、かわいいスミ太郎は、まあ、男の子っていうことでよろしいですね。そうですね。はい。ね、ぜひ、スミ太郎の方も楽しみにしていただければと思います。ご案内させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに、一人歩きなんですけれども、はい。やっぱり水割り系が、ちょっと話がちょっと飛んでしまいましたけども、はい。そうですね、先ほど言いましたように、黄金洗顔よりもフルーティーな感じにな、仕上がりますので、お湯割りにしてもぬるめのお湯割り、もしくは水割りも氷を入れない水割りで飲んでいただくと、とても香りが立って美味しいです。なるべくこう温度をこう低かったり高くしないように、そうですね、はい、優しくこう扱っていただいた方がいいと思います、ね、この一人歩き自体の香りを楽しんでいただければと思います。はい、ぜひね、今見ながら、ね、ご視聴しながら、ね、手元にある方、ぜひ香りをです、うん、感じていただければと思います。はい、黄金洗顔とはまた違う香りが出てくると思いますし、うんうん、特に関東方面のお料理には、うんうん、一人歩きの方が食中酒としては合うのか、黄金洗顔よりは合わせやすいような気はします。うん、どちらかというとこうなんていうんですかね、肉、まあ、こう、しっかりとした料理よりかは、こう、繊細な料理とかにも合うっていう。そうですね、はい。うん、ちょっと料亭さんみたいなとこにも、ね。あ、はい。宮崎の料理はどちらかというと甘辛くて油、油、うん、まあ、ここは特に宮崎というとちょっと語弊がありますけど、うん、この大道、私の住んでいるところは、大道津というところで、うん、まあ、港町なんですね、ここが。うん、ここが港になってまして、はい、お魚が新鮮なお魚がすごい上がるところでして、この新鮮な魚に 甘い醤油で食べると、うん、黄金洗顔がものすごく、うん、のお湯割りがものすごく合うんですけれども、関東ですとちょっと
お醤油も辛いですし、うん、味付けもシンプルですので、うん、一人歩きの方が合わせやすいかなと思います、はい、宮崎も焼酎醤油は結構甘いです、ま、多分王道通の醤油は日本一甘いんじゃないかと、あ、ね、勝手に思ってるんですけど、ね、九州の醤油はね甘いは甘い、そうです ね、 ねあれですけど、まあ、王道通はさらに甘いです。あ、もうナンバーワン多分かもしれないでしょう。おそらく。はい。で、そこもね、要チェックというところで。ありがとうございます。で、まさこさん、ちょっといろいろね、まだ話したいところではあるんですけれども、はい、なんか早いですね。ありがとうございます。なんか、もうあっという間です。なんか、あれみたい、笑っていいと思うみたいですね。なんかそろそろ、ね、なんか終わっちゃいましたけど、そろそろ友達紹介みたいな感じ。ありがとうございました。ぜひまた、はい、うん、なかなか移動ができない時期ですけれども、また宮崎に来られることがありましたら、ぜひお立ち寄りいただければと思いますし。ね、蔵もすごいいい雰囲気で、はい、ね、土蔵蔵のね、そうですね、はい、こういう。いうくらいになってます、ね、昔ながらので、ね、はい、また東京の方に、うん、お邪魔した時にはまた、うん、飲ませていただきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。で、今回プレゼントなんですけども、こちら、はい、手元にあるこのカレンダーです。日めくりカレンダーかな、はい、うん、ここにちょっと蔵の、あ、そうですね、はい、うん、正面からの、うん、かわいい絵が書いてあります。こちらをプレゼントということで、はい、ありがとうございます。ではキーワードの発表をお願いいたします。はい、一人歩きでお願いします。はい、一人歩き、ぜひね、まさこさんの、まあ、娘さんになるのかな、一人歩きはぜひ名前を覚えていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日はちょっと短い時間でしたが、ありがとうございました。今日はありがとうございました。はい。よろしくお願いいたします。はい。引き続き、一人歩きを皆さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい。今日はありがとうございました。失礼します。失礼いたします。はい。それでは、古沢醸造、当時、社長のですね、まさこさんにご出演いただきました。ありがとうございます。続きまして、こちらも、また宮崎になります。これ、海老野市からですね、常務の明石さん、ご紹介させていただきたいと思います。ナイナという限定ブランドを、作ってらっしゃる、倉本さんになります。そろそろ準備はできてますでしょうか。あ、明石さん、どうも。あ、こんにちは。あ、こんにちは。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明石さん、髪切りました。あれ？昨日切りました。昨日ながらそうですね。はい、なんか雰囲気がちょっと変わったなって。はい。ありがとうございます。今日はちょっと短い時間ですけども。はい。よろしくお願いします。お願いいたします。早速ですが、自己紹介、蔵の紹介など、よろしくお願いいたします。はい。私は明石酒造株式会社で、常務取締役と、あと、杜氏の方をしてます。明石弘信と言います。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。蔵の方はですね、宮崎県の海老野市というところにあります。こちらが、宮崎県の一番西側に位置するんですけども、うん、上がもう北側が熊本県の人吉市、うん、で、南側西側っていうのが鹿児島県っていうところにあるので、文化としてはどちらかというと鹿児島の文化、島津の文化っていうのが根付いている地域になってます。鹿児島よりということで、はい。で、まあいわゆる田舎の町っていうところで、農業とか畜産が盛んな地域なんですけども、会社の周りも、田んぼで囲まれているところで、で、当社が創業が明治の24年1891年に創業してるんですけども、はい、スタートとしては農業の傍ら酒造りをしているっていうような会社でしたので、当初は農業主体の会社ということで、米作りを主にやっておりました。うん、まあ、周りもこう蔵の田んぼが、そうですね、まあ、もう周り全面山と田んぼに囲まれているような
ところにありまして、今写真も出していただいてますけども、ね、うん、会社のすぐ裏も、自分たちの田んぼになっています、うん、なので、春から秋にかけては米作りの方も、社長をはじめ社員の方でやっている、そんな蔵です。一貫しても米作りから、うん、焼酎作りもやってるということで。そうですね、はい、うん、そこはもうやはりもう大変だと思いますけども、もう慣れというか、なんかそういう。そうですね、まあ、またこの季節が来たなっていうので、はい、でまあ、農業しながらだと、やっぱり自然と、自然の中で仕事できるので、まあ、ストレスもあんまり感じず、まあ、いい環境で仕事ができてるんじゃないかなというふうには思ってます。その中で作られている、まあ、裏にも地元銘柄、まあ、代表銘柄ありますけれども。こっち名月です。名月、はい。で、今回いろいろ、まあ、名月だったり、あとは、今回、ご紹介させていただくのは、あと、ナイナの方になるんですけれども、はい。まず、ちょっとナイナの、まあ、今回、まあ、20周年迎えたということで、はい。まあ、ご説明いただければと。はい。はい。ナイナっていう焼酎、ひらがなでナイナっていうふうに書くんですけども、うん、これがもともと海老野市の酒屋さんからの声で、うん、まあ、特産品がお米っていうこともあるので、うん、その米を使った何か焼酎が作れないかっていう話をいただきまして、はい、で、まあ、米は自分たちでも作ってたんで、はい、それで、それを麹米に使って、はい、芋焼酎を作ってみたらどうかというところからスタートしたのがこのナイナの、はい、始まりです、はい、で、麹米を、新米の日の光を使うことで、はい、芋焼酎としてはそこまで芋の香りも強くなくて、うん、あと味わいも、まろやかな、酒質ができたということで、これを一回その最初話があった酒屋さんに、はい、信用してもらったと、うん、そしたら、これは何って、まあ、こちらの方言で、うん、これはないなって、うん、あ、はい、英語で言うとファッティーズジスですねまあいい意味でですね、そうですね、こんな味わったことがないという意味で、うん、はい、でもそこから、商品名のナイナっていうのが付けられてます。うん、なので、商品名の最初にはクエスチョンマークを。そうですね。ハテナ。この、この、なんていうの、風船のラベルですね。風船のラベルのね、はい、真ん中ら辺にちょこっとこう書いてありますけど。はい。うん、あとは、これ、珍しいですね、ボトルが。そうですね。うん、もうスタートの、当初からこういう形がほぼできてたらしいんですけど、私がまだ入社する前だったんですけども、まあ、イメージとしては、お店の前とかにあるタヌキの銅像の、とっくりみたいな、とっくり、そんなイメージで作られたというふうに聞いてます。これそのままね、手持って帰れますからね。そうですね、はい、まあ、あまりおすすめはしないですけどはい、はい、あとはこうキャップもこうコルク、そうですね、コルク線で、うん、まあ、昔ながらの雰囲気というか、まあ、そういうのを、表しているデザインにはなってます。で今回、皆様のお手元にはこの、まあ、定番のナイナの方がありますけれども、はい、やっぱおすすめの飲み方とか特徴を、そうですね、うん、こちらが、まあ、先ほど説明した、うん、日の光の麹を使った芋焼酎をベースに、うん、あと仕込み方をちょっと変えている芋焼酎を1タイプと、うんうんうん、あと米焼酎の3タイプのブレンドした焼酎が、主質となってますので、そこまで芋の香り、いわゆる芋臭いっていうような、焼酎じゃありませんの で、 そうです、ね、焼酎、芋焼酎初心者の方とかあまり得意じゃない方っていうのでも飲んでいただけるような主質になってるかと思います。なので結構柔らかいタイプなの で、 そうですね、うん、飲み方としては私はロックうん、おすすめですけども、まあ、そのロックも、うん、ロックグラスに氷をいっぱい入れて、はい、で注いでから、まあ、ちょっと氷が溶けるのを待ってから飲むっていうような飲み方の方が、うん、味わいを感じられて、あとすっきりさも出るんじゃないかなというふうには思ってます、うん、ね、ちょっとちょい水でちょっとこう足してもそうですね、はい、うん、いいかもしれないですね。なのでやっぱ味がやっぱ繊細な分、料理もどうなんでしょう、あんまりこう味の濃いものよりかはどうなんでしょう。どちらかというと肉料理よりも、まあ、日本は和食とか、うん、あとは、まあ、魚料理とかもありますし、うん、まあ、こっ
ちらの地方ではあの鶏の刺身を食べるんですけど、うん、のたたき、はい、そういうのをすっきさっぱりした料理には、まあ、いいかもしれない、相性がいいかなと思います。はい、あと私は甘いものが結構好きなんで甘い料理とかよりもあの甘い甘い、はい、うん、特に宮崎県チーズまんじゅうっていうメーカーがあるんですけども、まあ、それなんかはそこまで甘すぎないお菓子なんで、まあ、焼酎にも合う、うん、あ、まんじゅうと合うかもしれないですね。そうですね、まあ、チーズまんじゅうって中があんこじゃなくてチーズなんで、なんでそこまでしつこくない甘さなんで、まあ、このナイナには合うかなと思います。あ、でもチーズとも相性いいですからね。そうですね。うん、ちなみに今あの画像の方の紫ナイナー、はい、まあ、限定ナイナー、またこの前出た、ね、新しい商品もありますけど、はい、うん、今写真出てる真ん中のやつが、紫芋の、うん、ベースとしたブレンドの芋焼酎になってます。こちらは通常のナイナーに比べたら、うん、まあ、フルーティーな華やかさがある、うん、焼酎になってます。なんでこれは炭酸割りとかがよく合うかなというふうに思います。炭酸割りですね。はい、あと一番右の透明のやつが、はい、今年でナイナっていうブランドが20年経ちましたんで、うん、それを記念して出したナイナ後期3000っていうちょっと難しい名前なんですけど、うん、4文字熟語みたいな。そうですね、はい、後期3000、私もこれ買わせていただいたんですけど、 ありがとうございます。非常になんていうのかな、こうクリアというか上品というか、なんかキラ、まあ本当にちょっとキラキラしたような、はい、うん、そうですね、こちらをベースとなる芋焼酎の芋が黄金まさりといって、うん、ちょっと華やかな、うん、なんていうんですかね、花の香りじゃないですけども、ちょっとそういう感じの香りがするやつなんですよね。で、麹を今回は黒麹で仕込んだものを使ったので、うん、そこでやっぱ結構ドライな感じの出汁になったかなと思ってます。うん、そういうこと。まあ、それは例えば白麹だとまたちょっと。そうですね、やっぱり白麹だともう少し柔らかいタイプなのかなと思う、もう黒麹にしたことで香りとかももうちょっと立ったのかなと思ってます。あ、まあ、今回まあ20周年ということで、まあ、新商品出ました、あの限定商品出ましたけど、こういった企画って例えばどれくらいからこういう酒あのを作ろうとか、こういうのやってみようっていう。そうですね、まあ、結構いろいろあるんですけど、だいたい少なくとも4、5ヶ月前には動き出さないと、ちょっと支出の決定に結構時間かけたりするんで、うん、まあ、長ければ1年とかそれ以上もありますけども。うん、でもこれもやっぱり一発でこう、なんでしょう。これは、ね、試験的なのもあったんですか？ブレンドだったので、支出、比率をいろいろ変えたやつを何回も試して、なんで、ちょっとこれは苦労して、その分、かわいい焼酎ですね。で、まあ、20歳、ね、あの、ナイナ20周年ってことで。はい。はい。なんか全然話変わりますけど、あの、20っていう、あの、アイドルグループが、はい、ですけど、はい。ね、まあ、ナイナも、まあ、さらに、まあ、人気になっていただきたいと。そうですね。はい。思っております。はい。はい。で、今回なんですけれども、いろいろまだちょっとお時間あるんですが、はい。はい。あの、明石さんの方でなんかお伝えしたこと、まあ、後ろに、まあ、名月あるんで、名月の話。あ、うん。そうですね。うん。まあ、うちは今回ないなっていう商品の案内をさせてもらったんですけども、うん、昔からある代表銘柄っていうのが、この後ろに掲げている名月っていう焼酎です。うん、はい、こちらも、芋焼酎と米焼酎のブレンドの出質なんですけども、うん、まあ、もともとこの海老野っていう地域が、氷類焼酎を飲まれる人が多かったということで、うんうん、あまり芋焼酎が受け入れられないようなちょっと風潮があったんですけども、まあ、その中で先代の社長、うん、第3代目の社長がですね、うん、芋焼酎にもともと米焼酎を作る技術っていうのはあったみたいなので、うん、はい、そこでちょっと芋の風味を和らげようということで、はい、米焼酎をブレンドして作ったのがこの名月っていう焼酎になります、うん、なのでこれを出してから海老野市では、名月を 飲んでくれる方々が徐々に広がっていったっていうのが当社の歴史の一つとしてはありますね。うん、そこ地元の方もやはりこう、やはりちょっと芋焼酎は苦手じゃないですけど、まあ、そういった流れがあってこう、なんですかね、こう優しい、そうですね、が出来上がったのが、まあ、こう今でもこう続いてきてるっていう。そうかもしれないですね。氷焼酎か、うん、あとやっぱ昔から米どころっていう土地なので、
当社もやっぱりスタートは米焼酎を作ってたらしいので、もともと米焼酎みたいなすっきりしたものを飲まれてる方が多かったから、はい、芋焼酎はちょっと距離感があったのかもしれないですね。うん、ああ、そうですね。赤瀬さんは どうなんですか、その芋焼酎、しっかりした派とこう優しい。ああ、そうですね。僕はどっちかというとしっかりしたやつが好きですかね。うん、特にお湯割りで美味しいやつが、芋焼酎は好きですね。もう普段も晩酌も。そうですね。家で飲むときはもうお湯割り、もう一杯で。満足しました。そこまで飲まない。そうですね。あ、そうですか。まあ、ちょっとね、赤瀬さんともちょっと一度飲みたいとは思って。ぜひ。機会があれば。甘いものも用意して。あ、そうだ、あ、そうだ、甘いもそうだ。甘いものを用意してから、ね、これは忘れないようにしておきます、はい。はい、ありがとうございます。そろそろすいません。ちょっとまだお話、ね、いろいろお伺いしたいところではあるんですが、はい、プレゼントですね。はい。キーワード。今回は、この、名月とか書かれた。あ、そちらにもありますね。これかっこいいですよね、デザイン。これデザインは、昔からあるというか、この前書きになったのが、4年か5年ぐらい前に、ちょっと新しくしたんですけども、うん、まあ、生地がデニムでしっかりした感じ。はい。なので、まあ、使えば使うほどちょっと味が出るかなって。うん。これいいですね。はい。うん、こちらをプレゼントなんですけども、はい、キーワードの方を発表お願いします。キーワードの発表お願いします。はい、キーワードは、ないなシリーズが20年経ったということで、はい、20歳に。20歳。はい。はい。20歳。もう、20歳はいいですね。20歳はいいですね。いいですね。ね、でもだいぶ前の話になりますけど、ね、私も、はい。はい。20歳ということで、はい、まだこれからもね、ないな、まあ、30周年、40周年と続くと思いますので、はい、ぜひ、ね、まず、芋焼酎苦手な方、またね、そうですね、はい、ぜひ飲んでいただきたい銘柄でもありますので、はい、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。すいません、今日短い時間でしたが、いえ、はい。ありがとうございました。はい、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。赤瀬さんに、ご出演いただきました。ナイナを作っている赤瀬酒造、赤瀬さん、当時の赤瀬さんにね、ご出演いただきました。ありがとうございます。続きましてですが、宮崎さんからご紹介いたしました。次、5番手、今度は、鹿児島県奄美、飛んでまいります。黒糖焼酎を作っている倉本さんになりますね。黒糖焼酎、六町という焼酎になります。渡り酒造の渡さんと係長の大山さんご出演いただいております。もしもーし。こんにちは。あ、こんにちは。聞こえてますか？ちょっと電波があれかな？ちょっとつながりが悪いかな？あ。あ。あ、すいません。ちょっと大丈夫です。あ、大丈夫ですか？はい。ちょっと止まったり、ちょっとしてすいません。うん。回線が。回線が大丈夫かな？ちょっと不安定になってまして。うん。あ、大丈夫ですね。今少し。はい。今日はすいません。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。はい。自己紹介、早速ですが、今日はお二方、今ちょっと大山さんがここに、先みたいにやってはい。よろしくお願いいたします。お願いします。自己紹介ですね。はい。渡り酒造株式会社の渡り高安と申します。よろしくお願いします。お願いします。同じく渡り酒造株式会社大山高森と申します。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。うちでも取り扱いさせていただいて、まだ、まあ、1年、ぐらい、まあ、1年経ってないぐらいですが、今日は、ね、奄美六町、いろいろお話伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。うん、まず、まあ、蔵の、ご説明だったり、まあ、まあ、奄美といえばね、もう特徴的なのは、まあ、黒糖焼酎、奄美にしか作られない、黒糖焼酎なんです。そこら辺の話も、ちょっとお伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。まず、蔵の、ご紹介、
お願いできればと思います。蔵の、現在の渡り酒造の方がですね、はい、前身であります大島食料株式会社というところから経営を引き継いで現在6年目になるんですけども、もともと奄美大島で、戦後ですね、食料をですね分配会社から始めた会社でして、ああそうなんですね、まあ歴史が約67年あるんですけども、うん、で、はい、渡り酒造となって6年目ですね。はい。で、6年、それちょっとね、私もちょっと固くなってきてしまって、すみません。まあ、6年目ということで。で、うん、まず、六兆という、まあ、銘柄、まあ、特徴的だと思うんですが、六兆、奄美六兆、こういったあの銘柄の名前の由来なんかは、名前の六兆っていうのがですね、奄美大島でですね、あの、三味線とですね、はい、はい、でこう、沖縄でいう、こう、カチャーシーみたいな。あ、はい、はい、まあ、同じく、はい、で、こう、やっぱり宴の最後には、こう、奄美大島の、まあ、この情報がありまして、現在もこの銘柄として、焼酎に命名して、現在も販売しているんですね。じゃ、こう、飲みの席だと皆さん、こう、最後こうなるんですか？そうですね。やっぱ三味線と太鼓と歌とですね。ああ。はい。わたしさんもこうなるんですか？ああ、もう、僕、そうなんで。はい。固くなってしまうので、あすいません、話脱線してしまいましたけど、はい、うん、で今回、今ちょっと画像にも映ってますけれども、6章のこれ30度の方ですね、今日は。そうですね、こちらの6章の30度、うん、黒ラベルの方になっております。うん、で、まあ、通常、まあ、白もあるんですけども、今回はあの30度の方の、はい、うん、奄美六兆ということで、うん、はい。こちら、商品の紹介、はい。こちらの六兆の黒なんですけども、うん、味は非常に、どっしりと辛口のお酒になっておりまして、うん、次、飲み口はダークチョコレートっていうふうによく称されるんですけれども、うんうんうん、ダークチョコレートにちょっと香りが、甘い香りがしてるんですけれども、うん、飲んだ後にほんのりとしたキレのある苦味が出てきて、うん、非常に、うん、熟成感のあるっていうの、うん、飲み口のお酒になっております。まあ、実際その焼酎自体は熟成させてから、ある程度させてから出荷するものなんですか？そうですね、うん、もう少なくとも3年以上は寝かせて、この方に出荷しますので、長期熟成として。うん、でちなみに、白の方は、はい。白の方は、白の方は非常に、こちらは30度なんですけども、うん、白の方が20度となってまして、うん、非常にすっきりタイプなんですよ、うん。アルコール度数が10度違うだけなんですけども、はい、その、シーンによってこう飲み分けていただければと思います。うん、どちらかというと、こう、白の方が、まあ、お料理的には。そうですね。スッキリなのでですね。で、食後にこの六兆をですね、お飲みいただくって形で。ああ、六、ああ、でもいいかもしれない。六で、ね、なんていうんですか、ウイスキー代わりじゃないんですけど。ちびちびして形で。でも飲むはいいかもしれないですね。うん。大山さん、普段、お酒は、僕はこれ6でいつも飲んじゃいますね。あ、今日6ですか。そうですね。でも水割りから入るんですけども、あ、やはり終盤には6になってます。でも奄美の方でもやっぱり水割り文化なんですか？奄美の方は結構水割りでですね、皆さん飲まれますね。でもその居酒屋さんなんかはこう、なんていうんでしょう。いろいろやっぱ黒糖焼酎が、並んでるんですか？こう、他になんか芋焼酎とか、日本酒とかってあんまり置いてないですかね、居酒屋さん。あんまり、そうですね。奄美大島の方では、芋焼酎や日本酒ってあんまり置いてないんですけれども、うん、やっぱ黒糖焼酎がもう多いですね。居酒屋の方はほとんどが。はい。で、まあ黒糖焼酎といえばね、本当奄美でしか作られない。ね、まあ、麹を使ったね、まあ、ラム酒ではないですけど、ね、そこで国で認められた、まあ、特徴的な、
焼酎であると思うんですけども、まあ、その、まあ、他の焼酎と違ってなんかこう飲んでほしいとか、なんかそういった思いみたいのは。こう飲んでほしい、よろしいですか。あ、どうぞ。例えばこの6兆30度ですね、黒ラベルのものですね。夏場でしたら、今、他の倉本さんでも、ソーダ割りがおすすめされてると思うんですけども、うちもですね、ソーダ割り、プラスそのライムとかですね。あ、ライム。柑橘系をちょっと絞っていただくとですね、非常にこの、柑橘系にも負けない脂質を持っていると思うんですよ、この6兆の方がですね。なので、夏場でしたらライムソーダ割り。ああ、それちょっと試してみたいですね。冬場でしたらやはりお湯割りですね。あ、香りがさらに引き立ちます。ものですね。はい。おすすめしております。お湯なんかもそんなに熱くしない方がいいですか、ね、そうですね。うん。なんかよくこうね、鹿児島の方でお湯割りすると、まあお湯を先入れてからこう、注ぐみたいな感じですけど、黒糖もやっぱりそういう感じですね。そうですね。ありがとうございます。はい、でちなみに、その奄美6町なんですけども、まあ、900ミリのボトルなんですかね、あの小瓶の方は。あ、はい、うん、そう、あの奄美の方で結構900とか、ね、ちょっと大きぶりのボトルの倉本さんが多いですけど、それはなんかちょっと特徴的、なんかあるんですか、奄美で。なんか、いえ、まあ大体居酒屋さんに取り扱っていただいているのは900ミリが主ですね。あ、多いですね。はい。なんか結構900ミリのボトル、なんか奄美のね、黒糖焼酎多いなと思ってるんですけども。もしかするとやはりその、なんて言いますかね、都会と違ってこう、やっぱりグラスでこう、いっぱいでこう飲まれる方っているし。ああ、はいはい。奄美結構飲む方が多いので、すぐボトルキープから入っちゃうんですよ。大山さんも結構飲む方ですかね。そうですね。うん。渡さんはどんな感じなんですか、普段。あ、僕も結構、行く居酒屋全部キープしてます。あ、結構飲まれる、こっちの方は行ける。まあ、はい。たしなむ程度には。でもそこは大体なんかこう、最初スタートは、なんだろう、あの、水割りからとか、こう、なんかあるんですか、その飲み方の。いや、今、奄美市ではですね、乾杯条例っていうものを作りまして、一杯目から乾杯を黒糖焼酎でっていうことでやってるんですけど、はい、やはり見ているとやはりみんな生とかビールから入ってるんですね。そんで2杯目以降で焼酎って方がやっぱ多く見受けられますね。ああ、そういうことですね。黒糖。あとなんか黒糖焼酎の日とかもあったり。はい。うん。だから5月9日、10日ですね。10日でね。そこでは、なんかこう、はい、集まってイベントみたいなのも。そうですね。うーん、例えば、その、飲み屋さん街とかですね。うーん、にこう、行って、時間で、各蔵元がブースを出してですね。はい。はい。お客さんに来場いただいてるって感じですね。そうですね。で、今、だいたい奄美で何蔵ぐらいあるんですか、現存してる蔵元さんっていうのは。何ぐらい ?18 くらい。28くらい。はい。28、28。ね、結構うちでも、はい、いろいろ黒糖焼酎を置かせていただいてるんですけれども、ね、女性の当事さんがいたりだとか、はい。今回、六町はもう大山さんが、こう、メインでこう作られてるか。もう、私も勉強しながらですね、指導受けながら製造も行っております。で、大山さんはもう入られて、どれくらいになるんですか、もうずっと。私が、渡り修行が6年目なんですよ。以前別の会社にいまして、そちらから転職。そちらでも黒糖焼酎を。そうですね。主に、販売とかですね、営業を主にしてたんですけど。はい。で、渡さんは、自分は、渡酒造には2年目なんですけど、はい。以前は、まあ、他でなんかお勤めされて、今、蔵に戻って。そうですね。はい。以前はちょっと他の会社の方で働いてたんですけど、2年前にこちらに戻ってきて、今、渡り酒造に来ています。まあ、時期、こうね、代表となられる。そうなれるよう頑張ってます。でも、作りの方もね、今、やられてるんですよね、大山さんと一緒に。あ、はい、もうやってます。さっき画像も出てたかな、さっき。
画像も出たと思うんですけれども。はい。はい。はい。ということで、そろそろ、時間が近づいてきたところではございますが、はい。こちら、どれだっけな。今回プレゼントがですね、今、裏の後ろの、これはのれんすか？いや、そうですね。日よけのれんか。はい、はい。同じこの6丁の前掛けになりますね。これポケットもちゃんとついてます。ありがとうございます。うん。こちらを、プレゼントになりますので、キーワードの方発表をお願いしたいと思います。渡り酒造のキーワードは奄美です。奄美ということで、はい。これはひらがななんかこうやっぱ漢字だとこう重い漢字に なるからひらがなにしたんですかね。ひらがなで。うん、あの後ろのまあ銘柄のこの奄美六丁の。はい、そうですね。銘柄のにも奄美って見える。ここに。ああ、書いてありますね。はい。じゃあ、ひらがなで、はい。はい。いきたいと思います。小山さん、なんか話すことありますか？なんか、お客さんがいろいろ見てますよ。ぜひ、奄美六丁をご心、お飲みいただければ、ありがたいと思います。ね、はい。また今、コロナ禍なので、そうですね。旅行も厳しい中ですけども、ぜひ、奄美大島にお越しいただいて、行きたいですね。ちなみに、今、GoTo とかでこう行かれ、島に来る方っていうのはいらっしゃってた結構。はい、いらっしゃいますよ、はい。多いですね、非常に。あ、多いですか。はい、でもちゃんとしっかり皆さん、もうマスクしてこう、そうですね。こう来て。はい、もうありがたいことです。ここ最近はどうですか？最近も いらっしゃってるんですか？結構来られてますね。ああ、はい。ね、東京も結構ですね。レンタカー車って走りますので、結構わかるんですよね。ああ、そうですか。私も今度お邪魔したいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。来てください。ちょっとまずね、かかんないようにまず収まってからね、お気をつけください。ね、行きたいですよね。はい。では、すみません。その時間になりましたので、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またちょっとゆっくりお話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。奄美大島からですね、渡り酒造の、渡りさんと、大山さんにご出演いただきました。続いてはですね、鹿児島です。鹿児島に行きます。一木串木野市、こちらは、大和桜酒造の、若松さん、杜氏さんですね、五代目蔵元杜氏、若松鉄幹さんに、ご出演いただきます。大和桜という、芋焼酎を作っている蔵元さんです。もしもし。もしもし。あ、聞こえます。あ、聞こえます。すいません。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません。はい、お忙しいところ。はい、いえいえ。今日はですね、ちょっと15分というちょっと短い時間なんですけれども、大和桜、ご紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。はい。はい。まず、自己紹介と、すいません。あ、はい。大和桜酒造の若松鉄幹です。今日は、よろしくお願いします。鹿児島の、で、今、焼酎を作ってます。ありがとうございます。黒板が見えてますけど、この、はい、ちょっとね、打ち合わせとは違う場所からお送りしてます。あ、はい、どっか、近くの、なんか。ですね、今ね、近く、蔵で言うとね、はい、八幡の高良酒造さんの近くの川鍋ってところに来てまして、ちょっとこう、やぼやぼがあってですね、急遽ちょっと出たので、今ドキドキしながら、つながった。危ねえ、みたいな。一人でもね、電波環境はいいので大丈夫です。ありがとうございます。はい。蔵の、ご紹介の方をお願いいたします。はい。蔵はですね、江戸末期創業で、まあ、焼酎を作り出したのは明治時代からで、僕で5代目の杜氏になります。まあ、代表で兼杜氏になりまして、はい、代々、大和桜という焼酎を作っております。生産国数、よく、
蔵の規模を表すのにですね、あの業界で使う言葉なんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、はい、まあ、200国から300国というとても小さな蔵です、はい。まあ、小さいからいいとか、まあ、大きいからダメとかそういうことが言ったんじゃなくて、もう大体ちっちゃなあの規模でやってるっていうところが、まあ、あの、まあ、一つユニークなところなのかなと思います。分かりやすいポイントですね、はい。もう手作りでね、あの麹から何から、はい、まあ、手作りで亀壺仕込みでやってるんですけど、まあ、焼酎部分の時に、あの部分っていうか、あの蔵を大きくする時にうちの父が、あの、はい、の方に舵を切らずに、はい、手作りのハードな道の方に舵を切ってくれたおかげで私が今ヒーヒー言っております、うん。あ、一応あの手作りでこう芋を、ね、あの洗ったりだとかも裁断したりも、今蔵で仕込み作られてるのは、うん、鉄管さんとあともう外国人の方でしたっけ？ああ、いえ、あのね、多分写真に後から出てくる謎な外国人がいるんですけど、うん、あれはまあ、8年前からね、うん、蔵のインターンシップに来てくれてる、スティーブンといって、うん、実際、蔵で実際動いてるのは、自分と芋を切ってくれるパートのおばちゃんが4名ぐらい。あと、こまごまとした雑用とか、焼酎の、副産物カス、焼酎カスっていうのが出るんですけど、うん、そういうのを運んでくれたりする男性が、まあ、2人いてくれるので、あと瓶詰めラインのおばちゃんたちがいてっていう感じで、うん、まあ、正社員は正直まあ僕だけという感じで、うん、まあ、プレイングマネージャーって言い方が一番、代打俺、代打俺みたいな、代打俺みたいな感じで、はい、芋洗い俺、米洗い俺、うん、俺っていう感じで一番仕事俺みたいな感じの蔵ですね。はい、うん、もう、てっかさんはあの、ね、以前、まあ、東京の方でお勤めされて、で、蔵で、はいはい、なんか、あの、なんていうのかな、こう、雰囲気が、こう、本当おしゃれというか、なんていうんですかね、こう、アーティスト気質というか、なんかそういった雰囲気が、もうね、完全に僕の演出に騙されてますね、本当に。もうそうなんですか。全然アーティスト気質ではなくて、全然で、あの、本当にね、センスのいいお蔵さん今いっぱいあるので、もうそういった、お蔵さんに比べれば全然なんですけど、まあ、ちょっと毛色の違う、もう本当に戻ってきた時に焼酎ブームと言われるあの 3M だとかね、今も言われてますけど、はい、そういったのが全盛期の頃にもう変な話遅れてきてやってきたので、うん、まあ、ちょっと同じようなね、あの希少価値とか手に入らないとか、そういう幻のやり方だとちょっと厳しかったんで、まあ、オリジナルのやり方をこう模索してると、どうしてもそういうちょっと、アプローチの違う蔵っていう印象を持たさないといけなかったし、実際そういうアクションしましたし、そういうふうに思っていただけるであれば、はい、まあ、うん、まあ、やってきた甲斐はあるかなという感じではあります。なんか、お酒もそうですけど、ちょっとこう、なんていうかな、クラシックというか、こう、ヴィンテージ感あるというか、なんかね、楽器で言うとね、こう、温かみのあるような音が出るような、まあ、お酒もなんかそういった雰囲気があるんですけれども、まあ、そこはやっぱこう手作りならではのっていうところもあるんでしょうかね。うん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 、ですね。まあ、なんていうのかな。もうこれ完全にパクリですけど、うん、まあ、ノスタルジーとテクノロジーっていうことを最近テーマに僕の友達がトークしたんですけど、うん、まあ、そういった、まあ、テクノロジーだけじゃないところみたいなところをですね、うん、まあ、幸いにして僕はやってませんけど、父や先代の人たちが残してくれたレガシーが、まあ、私をたまに苦しめますけど手作りや亀壺仕込みといったレガシーがあるので、うん、それをやっぱりこうバックグラウンドにですね、うん、今の時代の気分とか、うん、まあ、スタイルとか、うん、そういったものもいい意味でたまに織り込みながらですね、はい、あんまりこう不器用ですからみたいなことばっかりだと、うん、キャラじゃないし、うん、実際演じなきゃいけないので、そのキャラじゃないのでどっかで破綻するんで、そのいやちょっと僕不器用で分かんないっすみたいな、本当全部分かってるけどみたいなのって、うん、できないので、はい、まあ、自分の無理なく等身大の、うん、時代感みたいなのを出していければいいなと。だから、まあ、大和桜をこう、うん、さっき言ったその 3M みたいな感じでブランディングしようっていうのからは結構離れたんで、うん、むしろ大和桜をこう売るよりはそこから一旦離れるっていうような、うんうん、もう結果的に大和桜が儲かればいいけど、一番大事なのはそういうとこじゃなくて、うん、まあ、お酒を飲んで楽しいとか、うん、お酒がだからできることみたいな、うん、酒のある、まあ、今でこそライフスタイルって言葉を皆さん使いますけど、はい、うん、まあ、当時まだどなたもまだおっしゃってない頃に、そういったものが大事になるんじゃないかなってのがあったんで、うん、鹿児島でヨカバンって言葉があるんですけど、飲み会の最後なんかに、ね、はい、ホームページ見ていただければ、ね、そうですね、ムービーが立ち上がる。ムービーがね、
そうそうそう。なんかあれもともとね、うん、はい、そう、うちあのホームページが立ち上がって終わるっていうね、斬新すぎるホームページだったんですよ。会社概要も何にもなくて、ヤマト桜で検索すると、うん、あのページだけが立ち上がって、うん、あのページでだけで完結するっていう、うん、え、何終わりみたいな。商品説明とか蔵の、はい、なんか創業何年とかああいうのないのないみたいな。そうそう。それこそ動画コンテンツがまだこんな風じゃない頃に、それこそね、うん、Google から連絡があってね、ブラウザ、違うブラウザ使ってるんですけど、まあ、これを YouTube に載っけませんかと、再生回数を稼げて、いろいろこれからこういったのがビジネスになりますよって、うん、営業は買ったんです。営業あったんですよ。うん、で、Google そういう営業しないんですけど、うん、そういった、まあ、何かしらカウントを持ってるんですよね。はい、ユニークな動画コンテンツを持ってる小さな酒蔵があるってことで、連絡かかってきてですね、ある日、直電で。ちょっとびっくりしますね。びっくりします。最初詐欺電話かなと思ったんですけど。今思うとね、YouTube に上げとけばね、今頃ね、あの時代からカウントすれば再生回数結構稼げたので、うん、あ、しまったなと思いながら、まあ、うちらしい、はい、お金の逃がし方、いいな、みたいな感じですね。ね、うん、ね、まあ、これもぜひね、皆さん見ていただきたいし、そうですね、見ていただければいいですし、そのヨカ版、ね、本当に、ヨカ版というコンテンツだったり、あと最近は酒に聞けってコラムを、ホームページで立ち上げて書いてもらってて、これは僕が誤解なきよう言ってきますけど、僕は書いてませんので、僕がすごい尊敬する方に書いていただいて、はい、ヤマト桜、ほとんど、なんなら焼酎ちょっとしか出てこない、お酒にまつわるコラムを書いていただいてますので、うん、時間あるときに見てみてくださいし、今日ね、プレゼントにもらってるんですよね。そうです。そうそうそう。あとそう、すごいレアな。うん、そうですね、はい。はい。あとその商品なんですけど、ヤマト桜の、まあ、デザインのだったりだとか、うん、あと、まあ、おすすめの飲み方など。うん、あ、はい。ヤマト桜のデザインは、写真出るのかな、出ない。あ、写真、いただいてるので、そのうち出てくると思います。出ます。はい、ブラックニッカのヒゲのおじさんといって、札幌のすすきのの交差点にある、うん、ね、まあ、皆さん酒好きの方は一回絶対見たことある、ニッカのトランプみたいなヒゲのおじさんを描いた、うん、大高茂治さんというデザイナーさんの最後の商業デザインがヤマト桜のラベルでして、ラベルを、まあ、うちがね、使わせていただいている、まあ、たまたまうちの父が発注した方のお父さんが大高さんだったという、ちょっとね、ちょっとしたエピソードがあるんですけど、うん、そういったラベルを背にですね、まあ、伝統的な作りもしてますし、うん、まあ、いろんな人が携わって、うん、できているブランドですし、僕だけの力では決して今、ここにありませんので、まあ、そういったパス・ザ・バトンみたいなものをですね、受け継いで、まあ、ラベルも、くるめて提案できたらなという形でやってます。で、飲み方としてはもう本当にですね、よく最近お酒の提案とかでこう書くじゃないですか、うん、どういう風に、はい、まあ、そうですね、だから、うん、リバイス501にメイドイン USA のコンバースオールスターの白みたいな、はい、土定番みたいな、はい、でどの年代の人が飲んでも、うん、これだよねっていう、うん、ザッツイットな感じの、はい、王道な芋焼酎の味わいですので、うん、まあ、水割り、お湯割り、はい、にしていただければですね、まあ、6でももちろんですけど、結構飲み方、選ばない、はい、オールマイティーな飲み方、うん、提案、おすすめな飲み方になってます。もう自由な、はい、うん、形で、まあ、そのね、例えの仕方も本当に、リーバイス、コンバースってこう出てくるところが。いやいやいや、ドテーマンみたいな。ドテーマン。絶対間違いない、はい、絶対間違いないやつっていう感じで。で、チャンピオンのスウェットみたいな。そうそう、チャンピオンの。まあ、最近はだったら、まあ、ループウィーラーのスウェットみたいな感じかな。あ、そういう。質のいい。質のいい、ちょっとスウェットっていうこと。そうそう、ここ、リブ長めみたいな。はい。感じの。うん、まあ、だから要素を抑えてる感じではあるかなって気はしますね。はい、ということでね、ぜひお手元にある方はいろいろ、そうですね、試していただければと思います。うん、これからはこうお湯割りがやっぱり美味しいのかな。キムチ鍋なんかと合いますよ。あ、キムチ。キムチ鍋と、うん、豚キムチのお湯、鍋と、お湯割りはすごく合うと思います。うん。合いますね。これはぜひね、皆さん試してみたい。私もちょっと試してみたいと思います。ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。はい。で、もうそろそろまだ大丈夫かな。時間はありますか、うん、なんかあります、はい。なんか、あります、なんかあります、難しいですね。なんかありますっていうか、全然ちょっと話変わるんですけど、私の、
バンド時代の友達が、まあ、酒屋やってましたよ、あの鹿児島で。うん、ああ、長里くん？リュウジくんね。リュウジくんです。はい。はい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 、はい、なんか、会うきっかけが、会うタイミングとか、こう、ちょっとわからないんですけど、なんかたまに連絡。リュウジくんはたまに、それこそリュウジくん、今そこでライブショーしましたよ。僕が今、今年の10月に。あ、そうですか。エゴラッピンの、はい、よっちゃんと同じ舞台に立ちましたよ。ああ、そうなんですね。長里君やってましたよ。ギター弾いてましたよ。ギター、ね、みたいな。もう昔ギターボーカルでこう、もうバンバンやってたんで。そうそうそう。はい、今ね、ここをね、こういうね、まあ見えないかな。リバーバンクっていうね、廃校になった学校をね、イベント会場にして、毎年一回ここでフェスをやってるんですよ。グッドネイバーズジャンボリーっていう、はい、そのフェス会場から今日はお届けしてるんですけど。ああ、そういうこと。はい、なんかこう出店みたいなお酒の、そう、そのフェスで年に1回出店してて、うんうん、そこでね、大和桜の水割り、レギュラーの5対5の水割りに、はい、ヘベスっていうね、はい、宮崎の柑橘なんですけど、あ、ありますね、なんかそういうヘベスと、うん、そう、水割りをね、やるとむちゃくちゃうまくて、今最近、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、うん、まあ、そんな昔からやってるよっていう人、うん、もちろんその方々は置いといて、はい、結構ね、そのなんか、柑橘入れて、昔だったら怒られる飲み方をね、もう井の一番にこのフェスでやったんですよ。そしたら隣の、まあ、某、友人だから言いますけど、後輩だから、某大手の蔵が 30% しか売れない水割りのうち 300% 売ったんですよね。ヘベスだけで、本当に。へぇ。でね、柑橘とは相性確かにいいんですよ。焼酎酸味がないでしょ。はい。蒸留酒だから酸がないんですよ。だからこそ、レモン絞ったりとか、さっきのキムチ鍋の酸味もですね、意外とね、その酸味があるものと合わせるっていうのはね、まあ、キーワードっていうか、自分の、何か選ぶときに、何かしらこう、ちょっと、頭の形にあるといい。チキン南蛮もうまいのはね、そのマヨネーズのこってりとか、タルタルのあれじゃなくて、甘酢なんですよね。甘酢なの。甘酢なんですね。そう、甘酢のね、あれくぐらしてて、それにタルタルなんですよ。で、それにピクルス入ってるでしょ。ああ、そうですね。そう、チキン南蛮とお湯割りがね、もうね、異常にたまにね、染みるときがあるんですけど、あれもね、うん、そういう、ソウルフードにはやっぱり、ね、意味があるんですよね。うん。これはちょっと勉強になりました。はい。はい、そうですね。まあ、酸が、酸と。そう、酸と、うん。あとね、あとはね、あ、そうだ、レモンみたいな酸もこう効かせるとね、はい、結構こってりとしたものと合うので。うん、御社のエクボのチーズケーキがね。あの酸味が効いて、ちょっとレモンの酸がちょっと効いてるでしょ。あれがね、ほんと、なければね、すげえ重いチーズケーキなんですよ、あれ。うん、多分ね、見てる方のね、町で、黒谷さんが ね、エクボのチーズケーキ。宣伝していただいて、すいません、ありがとうございます。今の京志郎が愛したチーズケーキってるんですよ。そうですね。はい。めっちゃうまいですから。ありがとうございます。今まで食った中でも、もう、エクボのチーズ以上か以下か、それ以前かそれ以後かぐらい違う。本当に美味しい。はい。もう作ってる、ね、はい、方はすごい喜んでると思いますので。はい。ぜひ、ぜひ、皆さん食べてみてください。はい。ということで、はい、キーワードが、もう、まず、プレゼントですね。先ほどの、これ。はい。ちょっと今、これ。あまりちょっとこう、綺麗にちょっと取っときたいんで。酒に聞け。うん、これですね、うん。はい。僕が出しましょうか。うん、僕は今日か。こうやってね、コラムが。大和桜のコラム、お酒に聞けのコラムが、うん、こうお酒にまつわるコラムがね、いくつか書いてあるんですよね。うん、最後は、お湯、ハブ酒の味とかね、見えないかな、ちょっと見えないか。あ、まあ、お酒にまつわるね、お話が載ってます。一番最初はブラック日課の大和桜の話が載ってます。さすがに。うちのホームページのコラムをまとめたものです。岡本仁さんというリラックスっていうマガジンハウスの編集、リラックスって雑誌の編集長されてたり、うん、ブルータスの方の編集をされてた方が書いていらっしゃって、うんうん、お酒、コロナでなかなか外食できないとは思うんですけど、はい、外食が皆さん気軽に楽しんでた頃のあの時の空気感がすごいこの一冊に入ってますので、だからもうちょっと我慢ですけど、これ読んで、また、そうですね。落ち着いたら行きたいなって気分になってもらえればってことで、このコロナの8月に、ちょっと無理言って書籍化させてもらいました。これは、はい、これをプレゼントします。売ってるんですか？一応売ってます。はい。一応ググったら出てきます。でも版元はもう完売してます。ですので大変貴重な本になります、ね。貴重な本ね。これ欲しい方は、はい、キーワード。はい。キーワードはですね、
エクボのチーズケーキです。またその鉄管さんらしいこう、はい、自分のキーワード出していかないところがすごい。いやいや、エクボのチーズケーキやばいですから。ありがとうございます。すみません、はい、こちらの宣伝までしていただきました。いやいや、これ、いやもう本当意外とね、知られてない方がいると思うので、うんうん、本当に美味しいチーズケーキがあるってことは美味しいお酒もあるってことですので、ありがとうございます。いないですよ、ね、はい、まあ、大和桜チーズケーキということで、はい、はい、ぜひ、はい、お湯割りも合うかもな、チーズケーキ。じゃここもね、ちょっと試してみたいと思います。はい、そうですね、はい。はい。すみません、今日はちょっと短い時間で、まだまだちょっとね、いろいろ、ね、お話聞きたいところですけれども。はい、いえ、またホームページも、酒に引けもいろいろよろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん見ていただければと思います。はい、あと、インスタグラムやって、ま、アット大和桜やってますので、結構面白いストーリーズとか結構上げてますので。俺が今をずっと朝泣きながら洗ってる起きたとかね、はい、二度寝したとかね、40秒で支度とかね、うん、ラピュタみたいにやってますので、ああ今日テカさん寝坊したなとかね。私もご登録させていただきます。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。はい、どうもどうも。それでは大和桜酒造、若松鉄管さんにご出演いただきました。ありがとうございます。続きまして、鹿児島県、吉島市ですね、取締役当時の中村信也さんに、ご登場いただきます。中村という、所長を作っている倉本さんです。あ、信也さんすいません。お待たせしました。お疲れ様です。すいません。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ちょっと、遅れてしまったかもしれないです。すみません。時間が。大丈夫です。はい。大丈夫です。すみません。今日は、いろいろね、お話を伺いしたいところなんですけれども、はい、今日は中村ですよね、もちろん。うん。中村を持ってこさせてもらいました。はい。ちなみに今日の T シャツがちょっとおしゃれなんですけど、その T シャツは、なんか、いや、リバー。下人吉の方が、熊本の人吉の方が、ちょっと揺れがあったので、それを支援しようという、うん、それはどこで販売してるんですか？それは熊本の酒屋さんがみんなで立ち上げて。それは、ちょっとかっこいいなと思って。はい。すいません。はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。では自己紹介、蔵紹介の方よろしくお願いいたします。はい、鹿児島県霧島市で、うん、芋焼酎中村という焼酎をですね、うん、作らせてもらっております、取締役であり、今登場させてもらっている、うん、中村酒造場の中村信也と申します。よろしくお願いします。ではよろしくお願いいたします。今日はどこから？今日ね、麹室を今空になってるんですけど。室なんですね。あ、はい、もう今完全に空になった麹室からお送りしております。すみません、貴重な場所から。でこういうとこが結構視聴者さんも、ね、こういうとこは喜んでいただけるかな。なかなかね、もうお店ですというか、そのする機会ないので、せめてと思って。うん、はい、その室自体は新しいんですか？壁とかはどうなんですか？いやいや、もうめちゃ作りも古い、結構綺麗に見えるけど。いや、もう室自体は実は創業当時から、ね、もう132年、やり続けてるんですけど、木自体はですね、周りの木を変えたのがもう30年以上前ですね。30年も前なんですね。30年以上前ですね。で、やっぱりその例えば天井を変えても横変えないとか、横変えても床を変えないとかっていうふうに、うん、まあ、少しずつ手こ入れしてきて、うん、はい、まあ、それはもう単純にそういう資金がなかっただけの話なんですけど、でもそうしてきたことで、このね、室ならではの、なんていうかな、温度、湿度の保ち方もあるし、やっぱり菌が生息していて、うん、まあ、うち独特の中村酒造場ならではの、まあ、麹菌っていうものになるのかなというふうに思っているので、はい、そういった意味では、機械化をしなかったことが逆にいい味わいにつながっているかなっていう感じですね。まあ、その中村というまあお酒がまあ今回ね、皆さんのお手元にあるかと思うんですけども、まあそのやっぱ蔵の特徴だったっていうのがやっぱこう盛り込まれたお酒ではあると思うんですが、はい、うん、
すみません、はい。中村の話をすればいいでしょうか。あ、ちょっと話がちょっと、まず蔵の、ちょっと話の続きがちょっと止まっちゃったので、うん、そちらで大丈夫です。すみません。うちの蔵がですね、はい、まあ、芋焼酎オンリーでずっとやらせてもらっているんですよね。うん、で、その中で、まあ、僕、まあ、自己紹介というか自分の話させていただくと、東京農業大学の醸造科学科出させていただいて、で、その後、山形県の日本酒の蔵で、丸2年修行させてもらって、で、その後大阪の方に行って、まあ、流通、いわゆるその問屋さんとか酒屋さんとか、はい、そういったものをこう、かなり現場で勉強させてもらってから、蔵に戻ったのが8年前だったんですね。うん、で、その8年前に、その、帰ってきた時に、はい、鹿児島県、特に鹿児島県ですけど、焼酎蔵ってすごく多くて、その全国の中でも、一つの県あたりにある酒蔵の数で言ったら日本で一番多いぐらい多いんですけど、それを思った時に、じゃあそのうちの強みって何だろうというか、そのお客さんがね聞いた時にそのパッて答えられるうちの特徴って何だろうということを思った時に、やっぱり僕はその日本酒の世界で生きてきたっていうのもあったので、その麹作りのなんていうか丁寧さとか、手仕事の大事さっていうところは、まあ、他の蔵さんがどうとかではないですけど、やっぱりうちの中ではすごく力を入れているし、手間暇をかけて、工場を作っているなと。そしてそれがやっぱり味わいのこう品質の高さとか上品さとか、そういったところに、まあ、一番つながっているんじゃないかなということをすごく感じて、まあ、うちにとってはやっぱり工事作りっていうものが、まあ、一番の基盤というか、うん、味わいの根幹かなっていう感じですね。はい、もちろんその後のさつまいもにしても蒸留にしても、ブレンドにしても熟成にしても、そういったものも全て断っているんですけど、はい、まあ、他のね、今日例えば出演されている他のお蔵さんたちと比較した時もやっぱり、まあ、手作りで全て麹作っているっていうのは、はい、多分出られていた大和桜の鉄管さんとか、はい、そんなに多くないんじゃないかなというふうに思っていて、そういった意味ではやっぱり工事作りっていうのはうちにとって結構なくてはならない工程なのかなというふうに思ってますね。そこがやっぱり、まあ、お酒の味わいだったり、やっぱ深さというか、やっぱ出てるの、まあ、香りも非常に豊かですもんね、中村。そうですね、これ多分話す長くなっちゃうんで今日はね、はい、詰めますけど、はい、うちの場合で言ったら地元向けの一番リーズナブルなのが玉露っていうのがあるんですよ、はい、玉露の白麹黒麹っていうのがあって、はい、これがもう元々創業当時からある銘柄で、でそのまあワンランク上のステップとして亀仙人という亀仙人の、はい、グリーンとブルーっていうのがあって、はい、でその上に中村っていうのがある、このいわゆる3つの層になってるんですよね。で、通常だったら、はい、この中村っていうのが、まあ、例えば日本酒でいうところの大吟醸だとすると、はい、ここだけものすごくこだわってるならまだ分かるんですけど、はい、っていうと亀仙人にしても玉露にしても全部、麹室で二麹で、させていただいていて、で、ただね、一個分かりにくいというかちょっと難しいのが、はいはい、使っているさつまいもは全部黄金千貫っていうものなんですよ。で、例えば白麹とか黒麹とか、はい、白麹と黒麹のブレンドとか、はい、そういった、あとお米がね、いいお米を使ってるとか、はい、もしくは通常のお米を使ってるとかっていうふうに、その麹の方で差別化をしてるんですよね。ああ、そういうことですね。なので、僕ちょっとよくね、この話をお寿司に例えてよく話をするんですけど、はい。例えば、ワインだったらブドウのお酒じゃないですか。うん。で、まあ、日本酒だったらお米のお酒なんですね。そうですね。はい。けど、芋焼酎ってなった時に、さつまいもはもちろんなんですけど、米麹ってのも出てくるんですよね。まあ確かにそうですね。これ、結構よくわかんないって方が多いんです。どういうことなのかと。あ、はい。ってなった時に、まあ想像していただきたいのは、まあ、お寿司だと思ってくださいと。あ、はい。米麹ってのも、ね、うん、そういうことですね。僕らでいうところの、主原料であるさつまいもっていうのがネタなんです。ネタっていうことで、この2つが合わさって初めて1つの完成品になるっていうふうにイメージしてる。あ、それ面白い表現ですね。で、この
感じでいくと、うん、うちのさっき言った玉露亀仙人中村って、うん、全部黄金仙岩って言ってたじゃないですか。はい、全部マグロみたいなことです。マグロってことですね。中村に使ってるやつは例えば、はい、あのもう大トロ級のやつを使ったりとか、うん、あの亀仙人が中トロみたいな感じで、うん、玉露が赤身でっていう風に、はい、中でも、分かれてるかもしれないですけど、うん、基本的にはもうシャリの方でこうカラーリングを決めてるというか、はい、っていう感覚なんですよね、うん、なので確かにちょっと難しい、はい、あの差別化思いっきり例えば中村はこんな感じで、うん、玉露はこんな感じでっていうぐらいの差はないんです、はい、だけどやっぱりなんていうかな、はい、普通の人って言ったらすごくね飲み手を選んでしまうかもしれないですけど、やっぱり分かる人には分かる、うん、その味わいの品質の差とか、はい、違いっていうものを感じていただきたくて、うん、今までそういう風にやってきたんですよね。じゃあ今日まあね手元に仲間ありますけど、まあ玉露飲んでいただいたり、まあそこもぜひね飲み比べねしていきたい、うん、あのそこは今僕が言ったことはほんの小さな差かもしれないですけど、うん、横に並べて飲み比べたら全然違うので、でそれは今言ったように麹の差です。あ、麹のね、はい、さつまいもの品種ではなく、はい、どちらかというと例えば白麹と黒麹の差であったり、お米が、まあ、あのいわゆる特定米国と言われている、はい、玉露系のやつと、うん、まあ、中村に関してはすごくいいお米、うんうん、手元の軽減農法の日の光っていうのを使わせてもらってるんですけど、その日の光っていうもののお米を使っている、うん、そこのこう麹作りの味わいの差がもうダイレクトに焼酎の味になってるので、はい、うん、じゃあもうそれが分かればちょっと麹が何だかってこう分かってくるような、まあまあ、その勉強じゃないですけど、まあね、これをきっかけに、まあ、知ることも、ね、なんかこう、うん、あるかもしれないですね。そうですね、うん、なんかこう、まあ、せっかくこういうオンラインとかも含めてですけど、うん、興味持ってくださる方に見ていただけるのであれば、うん、なんていうかな、その例えばワインで言えばフランスってこんな感じだよねとか、はい、あちょっと華やかな感じとかちょっとカジュアルな、うん、ですね、うん、でさらに行くと例えばボルドーってこんな感じとか、うん、ブルゴーニュこんな感じとか、うん、でそこからさらに、まあ、ブドウの品種で言ったら例えばカベルネソーヴィニヨンってこんな感じだよねとか、はい、ソーヴィニヨンブランってこういう印象があるよね、うん、特徴があるよねっていう風に、はい、ブドウの品種によって、うん、例えば渋みが強いとか、うん、香りが華やかとか、はいはいはい、で熟成に耐えうるとか、うん、そういった特徴があると思うんですけど、うん、それが芋焼酎の場合はそのさつまいもの品種ともう一個、うん、米麹の特徴っていう形になっている、うんうん、なので確かにちょっと難しいし、うん、ちょっと一瞬分からなくなりそうなんですけど、うんね、けどそこがこういろいろ分かってくるといいですね、面白いかなと思ってます。ありがとうございます。あ、そう、今日新谷さんのお湯割りを作っていただけるっていうのを聞いてたんですか。お湯割りを僕ちょっとごめんなさい作ろうと思ったんですけどちょっと場所的にあれになっちゃって。わかりました。はい。ただね、あの。冒頭で言っていいですか？はい、どうぞどうぞ。僕がずっと言ってるのが、うん、特に、ごめんなさい、これだいぶ語弊あったら申し訳ないです。はい。分かったら申し訳ないですけど、うん、例えば鹿児島の人間とか蔵元とかが、うん、はい、結構県外に出張して、うん、まあ、その別に焼酎に、その、なんか、うん、さほど特化してもない飲食店さん、うん、居酒屋さんとかに行ったときに、うん、焼酎のお湯割りを頼んだら、うん、結構がっかりすることが多いんですよ。うん、で、まずポイント1としては、はい、グラスが大きいんですよね。ああ、グラスが大きい。はい。グラスがものすごく大きいんですよ。うん、もう350とか400ミリぐらいのグラスと、うん、もうお湯割りなんだけど、ほとんどお湯で、うん、もう熱々で、熱々で、はい。ちょっともうその割り方とか温度帯とかも結構めちゃくちゃで、うん、で多いから最後らへんただの芋の風味するお湯、お湯みたいになっちゃう、ね、うん、ってなるとあんまりおかわりする気にならないというか、うん、もうその時でも気持ちがもう慣れちゃってる正直言ったら、うん、だからやっぱポイント1としてはグラスはちょっと気持ち小さめ、はい、小さめですね、150から200ぐらい、うん、で、まあ、うん、焼酎を注いで、はい、で、ごめんなさい、お湯を注いで、焼酎を注ぐときの焼酎は、はい、僕は10秒かけて注いでくださいって言うんですよね。うん、ゆっくりね。はい。はい、割合は半々ぐらいでいいんですけど、うん、まあ、できれば、ゆっくり注
取りいただいた方がですね。まあ、せっかくね、こういい焼酎はこう、美味しく飲むね、こう優しく気持ちを込めながら、注いでいただきたいところです、ね。そうすればもうね、はい、全く違うものになると思います。うん、ぜひ試してみていただきたいと思います。はい。深夜さん、そろそろ、すいません、ちょっといろいろ、ね、いろいろ、もう深夜さんとやる場合はもう長時間ですね、これは。すいません。本当に。あれ、いろいろ。ついてしまいましたかね。ごめんなさい。うん、で、プレゼントにはなるんですが、はい、以前いただいてた、中村の前掛けが、はい。ございまして、はい、こう長いですよね、これは、昔ながらの。長いですね。これ、作業しながらは難しい、はい、作業しながら。いや、結構腰ぐらいで、はい、つけていただければ、ちょっと膝ぐらいで、うん、まあ、どちらかというと男性用かもしれないですね。うん、そうですね。うん。うん、まあ、いろいろな、ね、用語用途で使っていただければと思いますけれども、キーワードの方、お願いしたいと思います。はい、僕からはですね、はい、手作り焼酎という。手作り焼酎。はい。まあ、うちの焼酎が、うん、全て手作り焼酎ということで、うん、そちらをちょっとキーワードにさせていただきたいと思いますので、ありがとうございます。ぜひね、前掛け欲しい方は、はい、ぜひ、手作り焼酎、ご応募いただければと思います。ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、今日はね、もっと長くやりたかったんですけど、ちょっと時間の関係で、はい。また引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。はい、楽しいお話、ありがとうございました。勉強になりました。はい。では、ありがとうございました。またお会いしましょう。それでは、中村酒造場、当時中村信也さんにご出演いただきました。続きまして、同じ霧島町ですね。霧島市にあります、霧島町蒸留所明るい農村という、焼酎を作っている、倉本さん、当時の山田さんに、ご出演いただきます。あ、もしもーし。あ、山下さん、どうも。すいません、お待たせしました。いいえ。はい。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ですね、今日は、まあ、蔵の、お話だったりだとか、はい、あとは、また、今日定番の明るい農村の、お話なんかを伺っていきたいとは思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず自己紹介からお願いいたします。はい。霧島町蒸留所、製造部門長の山下と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま、霧島町蒸留所はですね、うん、日本で初めて、国立公園に指定された霧島連山を見渡せる、ね、うん、豊かな清水と温泉に恵まれた、来年、うん、10周年を迎える小さな焼酎蔵になります。すみません、ちょっと何年です？ごめんなさい。今年109年でですね。109年ですよね。はい。110周年を迎える。110周年ということで、はい。はい。何か特別のお酒とかも出たりするんでしょうか？そうですね。今、いろいろと。はい、あれ。ありがとうございます。ご期待ということで、はい。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、すいません、話の途中で。はい。あ、はい。あ、すいません。どうぞ。あ、まあ、明るい農村っていう、まあ、名前の、まあ、由来なんですけども、うん、明るい農村がですね、はい、昭和59年より、うん、発売してるんですけども、はい、まあ、良き焼酎は、うん、良き土から生まれ、うん、良き土は明るい農村にありという、うん、まあ、気持ちを込めてですね、うん、作った焼酎なんですけど、うん、まあ、この、良き焼酎は良き土から生まれ、はい、良き土は明るい農村にありっていう、まあ、意味なんですけども、はい、まあ、いい焼酎っていうのはですね、まあ、美味しいお米と、はい、まあ、さつまいもが必要になってきます。うん、で、まあ、その美味しいお米とさつまいもっていうのがですね、まあ、どこにあるんですかってなると、うん、まあ、その明るい農村にあるんだよっていう意味で、うん、はい、原料特性をですね、生かした
美味しい焼酎ができない方っていう、まあ、がこもった名前になります。なんか蔵の方にもな、その言葉はなんかどっかに書いてあった。そうですね、江戸蔵の方にですね、うん、なんていうかな、木の木に文字書いて、ね、文字がね、書いて、はい、うん。でも私もちょっと以前、蔵の方に行かせていたことはあったんですけども、はい。はい、本当のラベルと同じように、こう、すごい、なんていうんですかね、景色がいいというか。そうですね。まあ、のどかな農村風景って言いますか。本当にね、はい、本当に、そのラベル、名前の通り、うん。で、まね、こう、皆さんがすごい優しい方というか、すごいいい方ばかりで、すごいね、お迎え、出迎えていただいて、はい。なんかそんな、なんていうの、人柄が出てるようなお酒だなと私は思ってるんですけど。ありがとうございます。はい、うん、で、今回は、明るい農村ということで、はい、なんかこう、まあ、おすすめの、まあ、飲み方とか、なんかそういった、はい、まあ、こだわってる、特にこだわってる部分なんかを、ちょっとお話しいただければと思います。はい。はい、そうですね。まあ、農村、明るい農村ですね。うん、まあ、特徴としてはですね、まあ、鹿児島県産の、まあ、さつまいもを使用しまして、うん、はい、で明治44年のですね、うん、創業当時から使用している、うん、54校のですね、はい、和亀って呼ばれる、亀ですね、日本製の亀で、はいはい、まあ、その亀壺で仕込んでるんですけども、うん、まあ、この亀がですね、1.8 リットルが300本入る、うん、はい、まあ、まあ、その関係で三国亀って呼ばれるんですけども、うん、まあ、大体私が中に入るとですね、はい、肩ぐらいの高さまで、うん、大きさの亀なんですけども、結構ここ肩まで入るんですね。そうですね、うん、まあ、その亀を使用することによってですね、まあ、現代結構、まあ、大型化というか、まあ、機械化で作りが、まあ、主流になってきてるんですけども、はい、うん、まあ、この和亀で仕込むことによってですね、はい、もろみって、まあ、生き物の、まあ、そのもろみのですね、まあ、対流っていうか、まあ、自然にこう、形が対流しやすいんですね。そうですね、うん、まあ、その対流が起こりやすい作りっていうのと、まあ、その関係で無駄なくですね、発酵してくれるので、甘みがすごく強くてですね、口当たりがこうすごく優しい感じの、あと、まあ、華やかな香りが特徴になりますね。で、まあ、その、和紙を使用してですね、またさらに白麹とですね、うん、黒麹と、まあ、ブレンドしてるんですけども、うん、まあ、そうすることによってですね、まあ、黒麹の特徴である、まあ、深い濃いたりとか、はいはい、濃厚な甘みですね。うん、で、あとは白麹の特徴である飲み口のすっきり感とか、手、うん、の良さとかですね、うん、なんかすごくこう、楽しめる焼酎ですね、はい、うん、そのブレンドっていうのは、どの方が決めるんですか？やっぱ山下さんがこう。そうですね。まあ、割合的なのはちょっと言えないんですけど。まあまあ、そうですね。気がいいです。割合はあれですけどね。はい。まあ、その時のこう、まあ、ブラインテイスティングして。そうですね。うん、まあ、黒麹のこうコクの強いのをそのまま使っても、うん、それがそのまま生きてくるかっていうとまたちょっと違うんですけど、うん、まあ、そこをまあブレンドしてですね、うん、はい、まあ、私特に明るい農村お湯割りがすごい美味しい、ああ、うん、焼酎だなと思ってるんですけども、はい、山下さんは普段。そうですね、私はもう鹿児島人なので、うん、夏冬問わずお湯割りがまあ大好きなんですけどもあ、夏もお湯割り飲まれるんですか？そうですね、うん、まあ、なんですけど、まあ、焼酎ってこういろんな割合とかですね、うん、自分好みにこう味わいを変えられるっていうのが、まあ、そうですね、特徴だと思いますので、うん、ただ、自分個人としてはですね、そのお湯割りがすごく好きではあるんですけども、うん、はい、どうせならこう明るい農村のですね、うん、特徴っていうのを一番味わってこう、まあ、楽しんでいただける方っていうのが、はいはい、あります。で、今回お勧めしたいのはですね、ちょい割りってご存知ですか？うん、あ、ちょっと水をちょっとだけこうに、そうです、はい、これはロックで、ロックというか氷入れてってことですか？
それとも、もうそこの氷を入れられてもいいんですけども、うん、個人としてはもう普通にあのグラスに赤ワインを注いでいただいて、はい、注いで、はい、ちょろっと入れていただくとですね、うん、あのちょっとあの液面の中がね、うんうん、もんやりこう、あ、そうですね、もやってなりますね、はい。で、あのその瞬間ですね、結構香りがふわっと広がっていくので、あのふわっと広がったところをですね、ぐっと飲んでいただければ、うん、あのうちの上仕込みの特徴であるですね、うん、甘みであったりとか、うん、もう本来のあのまあ、コクであったりとか、はい、今をこう堪能していただけるかなと思います。うん、ね、今ねご視聴いただいてるお客様も、はい、もうあのお湯割りグラスが、うん、手元にあるかと思うので、もう明るいのを注いでいただいて、で、これは冷たい水の方がいいですか、それとも常温、ね、どっちでもいいのかな。なんかそこまであれでしょ。私個人的にはですね、はい、お湯割りが好きなので、冷たいやつっていうよりは、あ、はい、まあ、常温の方がいいかなと思いますけど。うん、で、こう。ちょっとまあ、自分なりのお好みもあるかと思う。まずちょっとこう、お水をこう、注いでいただいて、まあこう、もやもやっとしたところをまず香り、まず楽しんでいただければというところで。うん、夏も、お湯割りが好きな山下さんですけれども、蔵の周りの、蔵の人とかはどうなんですか？蔵の人もやっぱお湯割り好きなんですか？そうですね。基本的にですね、鹿児島のおっちゃんたちはですね、うん、もう夜ご飯になるとですね、自分の横にこうポットを置いて、はい、自分でこう割って飲むっていうのが、まあ、自分の親父とかもそうだったんですけど、はい、ただ、今若い方とかはですね、うん、いろんな飲み方をされてますね。うん、まあ、それこそ、焼酎ってその、自分好みにできるものなので、はい、うちの蔵の若い子たちも、まあ、夏はもう水割りとかですね、はい、まあ、いろんな楽しみ方をしていると思います。ありがとうございます。はい、そうだ、で今日なんですけれども、はい、まあ、後でこちら、キーワード発表していた、この明るい農村のこの水があるんですよね。はい、霧島の名水、ペットボトルに入った。はい、うん、これでぜひね、今日キーワードは後ほど発表していただくんですけど、これを注いで、ご自宅で楽しんでいただくのもいいかなと思います。そうですね。はい、これ自体はもう、その蔵の販売所でも販売しましたよね、こちら。そうですね。はい、うちの売店の方でも。はい、これとあと何だっけな。お酒以外にもなんか、いろいろ販売してたような記憶があったんですけど。そうですね。蔵人が着てる T シャツであったりとか。ああ、T シャツ。あと前掛けであったりとかですね。うん、はい、あとなんか試飲もできるんですよね。なんかその、確か試飲、なんかこう、そうですね、はい、試飲できるブースもありましたもんね。はい、今日はですね、まず、この明るい農村、まずこれで、これ楽しんでいただければと思いますので。はい。山下さんのちょっとお話もちょっといろいろ聞きたいところではあるんですが、まずキーワードを先にすいません。今日お願いします。はい。じゃあキーワードを発表します。はい。加盟つぼでお願いします。加盟つぼということで。はい。はい。やはりね、その加盟によって、こう、ね、加盟の特徴が出た、焼酎ということで、まずこの加盟つぼっていうのを、まあ、キーワードとして覚えていただきたいなと思います。プレゼント欲しい方はこちらですね。このお水をプレゼントしたいと思いますので、はい、ぜひご応募いただければと思います。ありがとうございます。山下さん、なんかこう、実は皆さんこれね、リハはしてたんですよ。ね。はい、ね、リハーサルしてたけど、なんか本番になるとやっぱりお互いちょっと固くなってしまったこともあるんですけど、すいません。まあ、次回は、もっとこう、お互いリラックスできるように。はい。すいません。最後まで緊張しっぱなしでした。はい、ええー。で、今度ね、ぜひ、山下さんの好きなお湯割りを皆さん、はい、うん、ちょい水から2回ね、まず試していただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、その辺ちょっと短い時間で申し訳ないんですが、はい、今日は、今日お休みでした。大丈夫でした？え、
仕込んでおりました。あ、すいません。まあこれからまた作業戻られるんですか。そうですね。また帰って汗かきながら、焼酎作りを頑張ってきます。あ、すいません。じゃあまたぜひよろしくお願いいたします、はい。ありがとうございました。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。霧島町蒸留所の、当時の山下さんに、ご出演いただきました。ありがとうございます。次はですね、浜田酒造、先ほど、ご案内した、大和桜の倉本さんと同じ場所にありますけれども、関戸場という、焼酎を作っている、蔵になります。今回はですね、もう毎回お世話になっている神山さん、営業の神山さんに、ご出演いただきます。あ、神山さん。神山さん聞こえてますか？はい、聞こえてますよ。あー、すいません。ちょっと時間おっしゃった。あー、いい、いい、いや、それはいいですけど、ちょっと失敗しました。すいません。大丈夫ですか？いや、大丈夫です。画像もちゃんと映ってます。ちょっと心配になりました。すいません。いや、とんでもない。今日は、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、以前、お酒のイベントなやら何やら、もう毎回いつもお世話になってまして。はい、いえいえ、とんでもない、大丈夫ですよ。はい、今日はちょっと短い時間ですけれども、よろしくいえいえ、とんでもないです。お願いします、はい。それではですね、今日は、関戸場メインでいろいろお話しさせていただきたい、お願いしたいと思ってるんですが、はい。まず、自己紹介、また蔵の、お話などしていただければなと思っております。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあもう入っていいんですか？どうぞどうぞ。いいですか？はい、まあ、私の自己紹介っていうことになりますけども、はい。まず名前は神山隆と申しますけども、よろしくお願いします。まあ、年齢は、もう、某60歳ぐらいになっておりますけど、浜田酒造のですね、関戸場の方の担当の東日本の営業の担当をしております。それで、主に酒販店、専門店を担当でですね、開放させていただいてますので、まあ、どっかでお会いできる方もいるのかもしれないです。見た方もある方もいらっしゃいますけども、はいはい、まあ、そんな形で、まあ、本日はどうぞよろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい。それで、まず蔵の紹介ですけども、はい、多分皆さんご存知だと思いますけど、浜田酒造という、鹿児島県市木串木野市にある、はい、芋焼酎メーカーの、蔵でございます。はい、まあ、焼酎としては、まあ、有名なのは海道。それと隠し蔵というものを作っておりますけども、はい、まあ、今回は、はい、限定流通の、関戸場ということで、はい、お話をさせていただきたいと思っております。お願いします。創業は明治元年の、1868年ということで、はい、昨年で150周年を迎えたと、ね、いう形の、はい、まあ、焼酎で言えば、まあ、なかなか古い蔵だなと、ね、いう形になっております。で、今、蔵の画像とかも出てますけど、はい、すごい立派な。そうですね。まあ、蔵は、市木串木野市本社がある、今で、映ってるところが画像、蔵だと思うんですけども、はい、まあ、大きいところはまだ、別のところにですね、大量生産の方の焼酎に関しては、そちらの方で作っておりますけども、まあ、こだわった関戸場だとか、はい、作りの蔵はそこの蔵で作ってるという形でございます。ありがとうございます。はい、あとは、あと流れ的にはすみません。今日はね、関戸場、まあ、事前に焼酎キットを購入いただいているお客様、はい、はい、手元に関戸場がございますので、はい、うん、まあ、お客様がこうね、楽しんでの、まあ、飲めるような説明だったり、あとまず最初に、うん、関戸場の、うん、ご紹介をお願いします。あ、そうですか。そうですね。はい。まず、関戸場という名前の商品でございますけど、今回お世話になっておりますけども、まず、皆さん意外とご存じないんですけどね、関戸場の発端というのは、まず、九州で関戸場会を作るという、はい、その会から始まった商品なんですね。はい、で、九州の福岡の酒販店さんが何軒か集まって作った形で、そこの、関戸場会の会長さんの方ですかね、その方が、三国志が好きで、それで関戸場という、ね、命名をしてですね、その字を書いたと。今でもその字を使った形で、商品として成り立ってるわけなんですけども、うんうん、まあ、それが、
九州の方で、拡散してですね、比較的、メジャーにさせていただいて、それを全国今展開させていただいているという形でございます、はい、ネーミングにつきましては意外と三国志が有名ですのでね、そうですね、ご存知の方も多いと思いますけども、三国志に出てくる馬の名前ですね、はい、まあ、一日千里を走ると、言われた、馬でございまして、はい、まあ、武将で言えば、呂布、それと関羽という有名な、武将が乗ってた馬ということで、はい、その、そういう走り抜けるという、まあ、商品の主質からも考えて、はい、味的にもですね、軽快で、はい、走り抜けていくような味わい、ということに引っ掛けて、うん、まあ、関鳥という形の命名をさせていただいております、うん、はい、確かにね、どっしりとした味というかこう、ね、香りも華やかで、ライチのようなこう爽やかなこう風が吹くような、そうですね、違いますか、まあまあ、ちょっと違う、当たってます、当たってます、逆にね、うん、いわゆる一般的に言う焼き芋のような感じのふんわりしたタイプの、はい、いわゆる芋の香りが強いタイプというよりは、はい、どちらかというとよく言われないと芋かな、うん、なんていうことを言われるような酒質ではあります、うん、よく飲むと、まあ、もちろん、あ、これ芋だなっていうことが分かるんですけども、うん、そうでないと、はい、何焼酎か分かんないって言われるようなこともあることはあります、うん、ただそれがまあどちらかというと比較的オンリーワンの酒質ということで、うん、今最近ではまあ結構似たような形のものも出されてきてますけども、はい、うん、まあ、当時はですね非常に珍しくて、まあ賛否両論ありましてね、こんなに芋焼酎じゃないとかね、全然芋焼酎じゃないということで、逆に今まで鹿児島で、今までの芋焼酎を飲まれてた方からは比較的不評でした、うん、ああ、そうなんですね。ただ、まあ、どちらかというと都会型、うん、まあ、福岡をはじめとして、はい、スタートして大阪、東京あたり、うん、あたりでは、まあ、芋してないので、うん、逆に言えば一般の方が飲みやすいという部分もあって、うん、そういう部分では、まあ、ご好評いただいたんではないかなというふうに思ってます。徐々にこう駆け巡っていったところですね。そうですね、はい、飲みやすいタイプではあります。うん、で、まあ、飲み方のおすすめとしましてはですね、はい、まあ、一番のおすすめは、まあ、ソーダ割りかなというふうに思います。あ、まあ、どんな飲み方されてもですね、特別これは向いてないというのは比較的ないですね。はい、まあ、日本酒よりは焼酎の方が飲み方の幅というものは広いですし、水で割ってもお湯割りでも構いませんし、ストレートでもロックでも、はい、もう全然対応はできますけれども、うん、まあ、他の芋焼酎の中としてはですね、はい、ソーダ割りというものが比較的おすすめだろうなというふうに思います。で、特に料理については特別限定してこれじゃなきゃいけないというようなことはないので、うん、はい、それはもう皆様ご自由でですね、いけるかなというふうに思います。ぜひお試しいただきたいのは、そうですね、まあ、ソーダ割りかなというふうに思います、うん、はい、ありがとうございます、ね、うん、でね、関戸間でもいろいろラインナップがありますけれども、はい、うん、まあ、今回、皆さんはレギュラーの関鳥ですけども、他にも多数ありますよね。そうですね。はい、ラインナップの写真が出ますか。うん、そうです、出てきます。はい。はい、そうですね。紫の関鳥といって、うん、紫芋、それと玉茜という、玉茜というものを使ったもの。うん、それと、夏場を意識しましてね、うん、比較的20度で、すっきりと飲みやすいタイプのものを作らせていただいて、はい、それと、芋 100% のものを亀貯蔵したものをブレンドさせていただいたもの。これは麹も芋ってことですよね。麹も芋です。うん、麹で作る。芋麹、うん、亀貯蔵という形の、ブレンドさせたものですね。で、関東の味わいというのは、先ほど瀬間さんおっしゃられたように、爽やかでこう駆け抜けていくようなすっきりとした味わいというものを信条にしておりますので、そのものを 100% というよりは、関戸場のものに対してあらゆるものをブレンドしたことによって、関戸場シリーズを完成させているというような形で見ていただいた方がいいと思います。醸造酒の、まあ、ワインだと思うと違う、ね、はい、その醸油酒っていうのは、ブレンドの妙という部分っていうのが、まあ、そうですね、ありますので、ね、そういった部分では、まあ、関鳥原らしさを残しながら、うん、どうやって、飲みやすい特徴のあるものを作るかという形の上の中でシリーズ化をさせていただいていると
いうふうに考えていただいていいのかなというふうに思います。ね、あの焼酎蔵さんになると、まあ、日本酒の蔵元さんと違って、まあこうまあ、ブレンドだったり、まあはい、あとは蒸留の、まあ、タイミングとか、まあはいねまあ、キーポイントってなるのは、まあ、いろいろあるかと思うんですけども、はいまあ、どういったところなんでしょうかね。そうですね、まあ、あの今回の関友のキーポイントに関しては、うん、皆さんあの味としてよくあの言われるのは減圧蒸留、蒸圧蒸留という、うん、その蒸留方法、うんですねはい、圧を抜いていく使う減圧蒸留と、うんそのままで常温である常圧蒸留という形でありますけども、はい、関戸場はよく減圧蒸留というような飲み方がすっきりし、うん、飲み味、味わいがすっきりしているという部分で、はいはい、減圧蒸留と言われますけども、すべて常圧蒸留です。で、常圧蒸留を、はいまあ、ちょっと特殊なろ過をすることによって、うんね、それでなおかつあの最低でも1年以上はあの、うん、熟成させてるということが一つの特徴であります。はい、でどうしても、うん、あのすっきりしたものっていうと苦味が残ったりとかっていう部分があるので、うんはい、それをうまくあのこう熟成させるために1年熟成は最低で出してもらってるという形です。でラベルの方に書いてございますけど、うん、関戸場の、向かってどうですか、正面向かって左側のところに、うん、あの秘蔵熟成っていう言葉が、うん、ちょっと取りますね。はい。これ書いてる。あ、書いてあるな。ええ、そこ、ええ、秘蔵熟成っていうことが書いてあるのは結局そういうことなんです。はい。うんはい、ですから熟成させることによっての味わいがあるにもかかわらず、うん、まあ、ろ過の部分で、クリアな味わいに仕上げてるっていうのは特徴でございます。そう、このクリアっていうのは、やっぱりろ過から来てるっていうものなんですね。そうですね。はい、勉強になりますね。あとあの原料については基本的には黒麹は使用しているぞ、すべて白麹、うん、白麹を使っています。で芋はあの基本的にはあのまああのあれですね、鹿児島の一木にある、冠岳というところの、うん伏流水を使って、はい白洲台地から出た、あのあれですね、黄金線が、うん、を 100% 使用させてもらっていると。でそれに対して他のラインナップについては、はいうん、他のものを、まあ、ブレンドさせてもらっているという形でございます。はい、ありがとうございます。そろそろ、ですね、キーワードを発表する前にですね、はい。なんかいろいろ話、なんか亀田さんのところの方でなんか話したいこととかあれば。そうですね。なんかあれば言っていただいたら、お答えはできると思いますけど。そうですね。まあ、まあ、ここ近年、その玉茜とか、はい、あとね、亀壺の芋麹、はい、あと、はい、関戸ブルーもここ最近ですもんね、出たのも。はい、なんかこう、新商品的な部分ってなんか出てきそうな、なんかこう、まあ言えない、とは思いますけど、なんかそういうのも考えてらっしゃるんですか。そうですね。まあ焼酎だけに限らず、うん、関戸場のシリーズの中で、はい、まあリキュールもあるんですね。うん、で、まあ、そうです、梅酒で、梅酒であったり、梅酒、はい、であったりという部分でですね、やはりもう一つぐらいうん、まあラインナップとして考えたらどうかというような話が出てるのがまず。うんうんちょっと今のところまだ構想としてはあります。それと、まあ、先ほどもちょっと出ましたけども、まあ、姉妹品で麦焼酎も出させていただいています。うん、でこれは大変その味わいを作る上ではかなり苦労しましてね、うん、いわゆるその関戸場のシリーズ化という形で出しておりますので、うんうん、関戸場に見合った味わいができるかどうかと、はい、いうことで、かなり、まあ、ケンケンガクガクとみんなで、考えながら作った商品でして、はいはい、まあ、関戸場の最初の、乗り手であって、武将であったという、呂布という名前を付けさせていただいている。まあ、呂布という麦焼酎は、まあ、関戸場シリーズと、の中で一つ、一室の麦焼酎という形で出させていただいてますので、はい、まあ、その辺ももし見かけるようであれば、ぜひともそうです、ね、ぜひお願いできたらなと、はい、うん。弊社にも、ね、クライにも置いてありますんで。はい、両夫の、私のね、記憶だと、ちょっとバナナっぽい感じするんですよ。なんか非常に、なんていうのかな、飲みやすくて、はい、なんかあんま麦麦してないというか、
なんかバナナっぽい香りがしたような記憶があるんですけども。ああ、やっぱりすみません、さすがですね。あえて僕らはそういうことは言わなかったんですけども、うん、果実化の出る酵母を使ってるんですね。あ、そうですね。はい。うん、まあ、その辺もちょっと開発してる部分があったら、ちょっとチャレンジングなことをちょっとやっておりますけれども。わかりました。はい。了解です。はい、ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、で、そろそろプレゼント。はい。いろいろまだ話してないんですが、ちょっとプレゼント。はい。まあ、今回、お世話でプレゼントとしましてはですね、はい。すごいんだよな、これが。ちょっとこれ出せないぐらいの、あれなんですよね。でこう、切り箱に入って。はい。除花。手記ですね。焼酎の手記を、うん、プレゼントさせていただきたいと思います。うん、ちょっと、こういう感じの。はい。黒除化、うん、というかですね、まあ、チョカですね。チョカと、うん、杯のセットをお届けしたいと思います。はい、まあ、150周年を記念して作った商品でございますので、うん、他ではちょっと販売してない商品なので。これは買ったら高いんじゃないですか、これ。買え、まあ、非売品ですけど。まあ、それなり、それなりかなと。値段的に。まあ、それで楽しんでいただけたらなと。創業ちゃんと100。はい、150周年の記念で、作らせていただいたもので、まあ、非売品でございます。はい。はい。これね、ぜひ、あったら家で楽しめますね。西郷さんの関係の蔵で西郷釜っていうところで作ってる商品ですので、ちょっと面白いかなと思います。ありがとうございます。はい。では、その、プレゼントキーワードの発表お願いします。せきとまの味わいの、根底を成しておりますけども、うん、秘蔵熟成という言葉を。秘蔵熟成。はい。キーワードにさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ぜひね、この、除花、記念、もう150周年記念限定のものですのでね、欲しい方はぜひ、ご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。神谷さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いいたします。またよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございます。失礼します。失礼します。浜田酒造営業部の神山さんにご出演いただきました。ありがとうございます。続きまして、今度は福岡県に、参ります。福岡県久留米市、営業の、小柳博次様に、ご出演いただきます。紅乙女酒造、ごま焼酎をメインに作っている倉本さんになりますね。そろそろ準備できてますでしょうか。どうも。こんにちは。ご無沙汰してる。ご無沙汰してる。ご無沙汰してます。すみません、後ろの可愛い女性が。います。ありがとうございます。はい、寒いですか、そちらは。大丈夫ですか、寒いですね。事務所がコンクリ打ちっぱなしなので。あ、すごい。冷えております。周りの、どうですか、その久留米の方は寒いですか、久留米自体は。もうまあ今週まではでも比較的まだ暖かい方じゃないですか。ああ、週から寒くなりそうですね。はい、ありがとうございます。今日はすみません、短い時間ですが。いえいえ、こちらこそ。よろしくお願いいたします。ね、今日やっぱ、やはり紅乙女さんといえば、ごま焼酎ということで、今ポスターが貼ってありますけど。はい、そうですね。ね、定番のごま、紅乙女のごま焼酎の、まあ、900ミリの方ですよね。今、デザイン、ニューボトルということで、デザインということで。そうです。ですね。うん、通常、こういうラベルですね。うん。紅乙女。で、今が、まあ、イラストレーターさんとコラボして、こういう、ボトルが、ね、発売してるという。一緒日はまだ出てないですよね。一緒日はないです。一緒日出してください。失礼します。ぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいはい、自己紹介、蔵紹介とかもよろしくお願いいたします。はい、まあ、まず紅乙女酒造の、はい、私は小柳と申します。よろしくお願いします。お願いします。まあ、先ほどから出てるように、うん、紅乙女酒造というと、まあ、唯一無二かな、うん、まあ、ごま焼酎っていう、うん、まあ、ちょっと変わった焼酎が。そうですね。主要銘柄になりまして、うん、まあ、これが大体40年ぐらい前に、うん、まあ、販売を開始してるんですけども、はい、
まあ、創業者が女性で、その当時、うん、まあ、焼酎が、これから伸びてくると、うん、中で、まあ、香りのいいお酒を作りたいと、はい、ところから、うん、まあ、いろんな原料をチャレンジしたわけです。あ、はい、うん、その中でたまたまあの熟成をちょっとさせてたごまが、うん、香りになってたということで、うん、そこからごま焼酎をあの製造を始めてっていうことで、うん、まあ、非常にこうちょっと変わった蔵ではないかなと思います。うん、でごまも、まあ、飲んだことない方もいらっしゃるかと思うんですけども、はいはい、まあ、非常に、なんていうかな、こう、水割りしたら麦茶じゃないですか、すごい香ばしくて、すごいすっきり飲めるね、はい、いい焼酎ですよね。うん、まあ、ごまって、比較的こう日本人の好きな食材の一つでもあって、うん、まあ、もう皆さんご存知の通り、香ばしい香りが特徴なので、うん、まあ、お酒自体もそういう、まあ、特徴が付与されるのかなと。思います。ありがとうございます。はい。で、そうですね。蔵の、はい。先ほどのつのでちょっと話が。はい、いえいえ。はい。で、まあ、あの、福岡県久留米市っていうところで、うん、製造してまして、うん、久留米市田主丸っていう、まあ、人口2万人ぐらいの、ちっちゃな町で製造してます。で、まあ、この辺の町の特徴として、はい、水が上げられて、うん、がですね、まあ、水道水じゃなくて地下水を、生活用水でもですね、はい、飲料水はもう水道水、じゃなくて地下水を使っているっていうのは、うん、ちょっと全国的にも稀な、エリアなのかなと思います。うん、まあ、なので、お酒作りの、まあ、根幹ですよね、うん、っていうところが非常にキーポイントになるかなと思います。ね、田んぼだったり、こうね、あの、周りがすごい綺麗な景色で。そうですね。蔵もですね、山のふもとにあるので、まあ、いわゆるこう、ね。写真が出てますけど、うん。はい、ありますかね。まあ、そのふもとの方で仕込みを行っているので、うん、いわゆるこう、生活用水みたいなところから、まあ、ちょっと離れた、あの、うん、非常に綺麗な、あの、はい、使えるところもですね、あの、ポイントかなと思います。あと、今日、ごま焼酎、これ、実はちょっと台本が、台本の方に通りに行った方がいいですか、ね、台本通りにすいません。はい、まあ、台本通りの方がいいですか、ね、あの、はい。いや、大丈夫。大丈夫です。何でも投げてください。そうです。今日は、その、まあ、ごま焼酎もね、もちろん紹介、詳しくしていきたいところなんですけど、はい、まあ、今回ちょっと特別な、あの、限定流通のお酒。そうですね。うんうん、ちょっとこれは麦焼酎になるんですかね。はい、まあ、紅乙女ってごま焼酎だけを作ってるわけじゃなくて、はい、まあ、昔からごま、麦焼酎とか、うん、今もう芋とか米とか、うん、いろんな焼酎作りに挑戦してるんですけど、うん、麦焼酎で、なおかつ、樽ですね、はい、ウイスキーとかと同じように、うん、樽で熟成をさせるというところに重きを置いて焼酎作りをやってまして、うん、はい、今日ご紹介するのがその樽熟成の微焼酎、はい、の桜飛鳥グランデというお酒、はい、焼酎ですね、こちらをご紹介できればなと思います。はい、はい、飛鳥グランデというね、グランデってこう偉大なっていう意味でしょ、ですね、大きなみたいな、大きな、まあ、はい、大きな愛みたいな感じですかね。商品が 1.5 のマグナムボトルに入って、そう、ね、これ箱入りですごいおしゃれな、そうですね、もうこれ開発するときに、うん、まあ、贈り物として、うん、お使いいただくっていうところも、はい、まあ、ポイントとして入れてたので、うん、まあ、そういう大きな愛をお届けするみたいな、うん、まあ、見た目の大きさみたいなところも含めて、まあ、グランデっていうようなネーミングを、つけております。非常に最近うちでも、まあ、最近ではないですが、前から、ご贈答では非常に、はい、ありがとうございます。はい。お客様のご好評いただいておりまして。はい、ね、今ちょっと画像映りますけど、専用の袋もね、金色のキラキラして、そうですね、袋もついてますんで。ブランドバッグがついてるので、うん、もうそのままお渡しできるような。なんか化粧品みたいな、こう、ちょっとおしゃれなデザインですけど。はい、うん。やはり、まあ、味の特徴になると、やっぱりその樽による、まあ、香りだったり。もともと紅乙女酒造が使っている樽自体が、うん、ちょっと変わってるというか、はい、まあ、
の焼酎蔵さんであまり使われてないようなものを使ってまして、うん、っていうのが、フランス産のオークダル、まあ、フレンチオークっていうんですけど、はい、フレンチオークを、シンダルからずっと使い続けてまして、うん、実はフレンチオークっていうのはどういうものに使われてるかっていうと、うん、まあ、コニャック、まあ、ブランデーだったり、うん、はい、ワインだったりっていうものに使われることが多くて、焼酎、うん、作りで使うっていうことは比較的少ない方じゃないかなと思います。手に入りづらいっていうのもあるんですか、ね、手に入りづらさはあまりそんなに変わらないと思うんですけど、まあ、品質的には、まあ、一概には言いにくいんですけど、アメリカンオークよりはフレンチオークの方がもちろん高価な、まあ、これはいわゆる木の樹齢とかに関係してくるんです、はい、あとはどこどこ地方の何々みたいな、よく言われるのがアリエとかリムザンとか、はい、いわゆる、まあ、そういう地方のものとかですね、基本的にそういうものを使ってるっていうところが一つの特徴 で、うん、でなおかつ今回のグランデに関しては、まあ、もう一つちょっとこう特徴があってですね、うん、はい、フレンチオークであるのはあるんですけど、うん、中古ダルを使ってます。で中古ダル、はい、中古ダル、ああ、はい、小ダルですね。あ、小ダルですね、はい、はい、小ダルっていうことはフルダルって書いて、はい、フルダルで書いて小ダルなんですけど、うん、前にまあ何かお酒が、ね、熟成されてたわけですけども、はい、実はこのお酒っていうのが、うん、ある有名なメーカーさんのコニャックをもともと熟成させてたルをですね、仕入れるご縁があってですね、うん、はい、それでその樽に、麦焼酎を熟成させれてるって言って、うん、はい、前のお酒のフレーバーとかも付与されるような、ちょっと特殊な、はい、熟成の麦焼酎に。ということで、はい、これ名前は言っちゃいけないんですか、まあ、了解を得てるわけではないので、あ、そういうことですよ。まあまあまあ、うん、市販店さんとかに、こう、あ、そうですね、メーカーさんですよっていう。わかりました。検索をするともしかしたら出てくる。まあ出てくるかもしれないですね。はい、うん。けども。まあ、はい。はい、まあ、ご来店いただければ、はい、いただきますんで。はい。で、まあ、まあ、もともと、そのブランデーが熟成されてたので、うん、やっぱりこう、もう、そのブランデーってどちらかというと甘い香りが特徴なんですよね。ね、原料は白ワインですし、うん、まあ、そういう甘い香りがもう、やっぱりこう、加えられてるっていうような、うん、特徴があるので、はい、非常にこう、まあ、県知事賞とかいただくような、うん、品質としても評価を、世界的に評価をいただいている、お酒ではありますね。これ、飲み方としては、はい、一番はやはりロックで味わっていただきたいかなと思います。うん、ね、こう非常にね、ちょっとだけこう普通にストレートというかね、飲んでも。はい、美味しいし、ね、食、まあ、食後でも楽しめる。そうですね、うん、食後に少しチョコレートをつまみながら、おしゃれですねぐらいな飲み方が一番おすすめかなと思いますけど、うん、まあ、もちろんその焼酎の場合は飲み方が自由なところも一つの大きなところで、はい、まあ、炭酸割りをしてもらったり水割りをしてもらったりっていうのは、はい、自由にやっていただければなと思います。小柳さんも夜はチョコレートと。そこまでやってない。あ、そうです。そういうおしゃれな家には住んでないので。いやいや、そんなことです。ねえ。はい、ねえ、まあ。最近ちょっと、ぽっくら。まあ、コロナではないんですけど、ちょっと食べ物を食べすぎて。増量しております。あ、そうそう、私もちょっと気をつけないと、はい、一時期私も大変なことになりつつ特にコロナも含めて、そうですね、家におることがいることが多くなってしまって。あ、そうですか。うん、まあそれはどうですかね。まあやっぱり出かけることが少なくなったかな。あ、うん、気をつけていただければと思います、まあ、お互いにですお互いに、はい、そうですね。ぜひね、アスカグランデ、これ、本当に、1.5 で、ね、5000円ぐらいする商品なので、はい、ぜひ、ね、ご支援、ね、焼酎キットご購入のお客様は、ね、はい、こう、大事に、こう、いろんな飲み方で、うん、楽しんでいただければと思います。はい。
年末年始おすすめですので。ね、ぜひ、はい、よろしくお願いします。で、プレゼントの方、はい、も大丈夫でしょうか。はい、はい、プレゼントが、こちらだ。今回この、パッケージ。はい。これを開けると、ちなみにこの、デザイナーさんは、画家さんはですね、漫画家の江口さんの、そうですね、うん、江口久志さんっていうイラストレーターさん、うん、まあ、50歳代の方は多分少年ジャンプのストップ、うん、ひばりくんとかで存じかなと思うんですけど、最近はイラストレーターさんとしても活躍されてて、うん、今タワーレコードとかでキャンペーンやってるので、うん、そういう、どちらかというとファッションとかそういう企業さんと今コラボしてることが多い、うん、イラストレーターさんかなと思います、うん、これそこも厚いしすごいいいですね、はい、ごま焼酎を炭酸割りとかで楽しんでもらえればいいかなと思います。水割りとかこれソーダ割りにおすすめですよね。はい、そうですね、はい、こちらぜひ欲しい方は、小柳さんから、はい、キーワード発表、はい、お願いします。キーワードはやはりごまですね。ごまっていうごまのねパワー、はい、ごまパワーで、ごまです。ごまで、ごまパワーじゃないですよ。すみません。ごまで。ごまで。ごまで。はい。お願いします。ありがとうございます。はい、ぜひね、このグラスも、一応、販売はしてるんですかね。一応、販売はしてます、うん。販売はしてますが、はい。特殊な、非常にこう、洒落たグラスなので、ぜひ。ぜひ。はい。ぜひ、ご応募いただければと思います。はい。お願いします。まだまだね、ちょっと小柳さんとお話したいところも、あるんですけど、はい、まあ、またね、落ち着いたら、はい、ぜひ、夜の街で、はい、夜の街で、伺ってもらいますんで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、今日は、ありがとうございました。はい、すみません。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。またお会いしましょう。はい。よし。まあ、福岡県、久留米市、紅乙女酒造、小柳さんに、ご出演いただきました。次はですね、沖縄に参ります。沖縄県のこれ読み仮名があれなんですけど、富ぐすく市という、ちょっと読み方、まあ、書くとはあれなんですけども、読み方がちょっと難しいんですが、中古酒造の、又吉いくまさんに、ご出演いただきます。あ、又吉さん、どうも。はい。こんにちは。聞こえてますか？大丈夫ですか？聞こえてます。ああ、はい、ありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それ、中古さんの T シャツですか？あ、そうなんですよ。中古酒造の T シャツ。はい。基本的には販売とかはしてないんですけど。あ、非売品の。蔵で。はい。蔵で使ってる T シャツになりますね。素敵。限定の。T シャツということ。限定、まあ、もう普通にスタンドが。すみません。会社のカラーが一応オレンジなんです。あ、オレンジなんですね。はい。のれんとか、そういったのぼりとかはこの。あ、オレンジで。なんか意味があってとか、はい、そういう、なんかあるんですか？意味があってとか。もともと中古のスタンダードのラベルがちょっとそれっぽい色なので。まあ、それに合わせてということで。はい、そうですね。すみません、ちょっと。話がそれてしまっていきなり。すみません。はい。すみません。じゃ今日よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい、では、自己紹介、また、蔵のご説明、ご紹介、よろしくお願いいたします。はい。私、中古酒造の営業を担当してます、又吉と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もともと、もちろん私、うん、沖縄、生まれ沖縄の育ちなんですけど、うん今は、県外担当として東京の方に常駐してまして、うん、沖縄県外の営業を見ております。幅広いですよね。広域。そうですね。広域とは言っても、まあ基本的には首都圏。首都圏がメインで、それから東京で、はい、まあ九州行ったり、うん、大阪行ったり北海道行ったりはするんですけど、基本的には首都圏がメインで。メインということで。はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。はいお願いします、はい、で蔵の方なんですけれども、うんはい、弊社沖縄本島の、富城市、南部の方ですね那覇市の下に、はい、富城市ってございまして
読みづらいですよね。読みづらい。あの、ね、私は、富城高校とかって甲子園でちょっと有名になった、ね、はい、富城って読ませてたんですけど、城、うん、はい、っていうお城の城が、お城で、はい、グスクっていう、グスクっていう、はい、方言で言いますので、うん、それに習って、富城グスク市。グスク市っていうことですね。はい。で、那覇市の下、はい、那覇空港車で10分ぐらいのところにありまして、うん、空港からは割と近い蔵になります。はい、で創業が、1949年、昭和24年創業です、ね、うん、でちょうど去年で、創業70周年を迎えるという形で、戦後のメーカーなんですけども、もともと大城酒造所っていう名前で創業をしまして、はい、当時はまあ、お酒の作りももちろんお酒も販売してたんですけど、養豚業もやってて、豚を販売したりとかもしてた、まあいろいろやってたっていう部分もあったんですけど、1980年、昭和55年に組織変更しまして、中高酒造、現在の中高酒造という社名に変わりました。もともとこの大城酒造所、中高酒造所も、中高酒造も、もともと創業者の名前を取って、社名にしてます。大城中高っていう創業者の名前を取って、まあ、現在で言うと、中高酒造っていう名前になっておりますね。昨年でちょうど70周年。周年ということで、締めの、はい。ありがとうございます。割と青森メーカー、この昭和24年、23年創業っていうのは多い。ああ、やはりあのね、戦後も結構沖縄大変でしたからね、そういうのも。そうですね、一度戦後のリセットされてますので、それからまた立ち上げてるのが、まあ戦前から続く蔵もあるんですけど、昭和24年、23年創業とかっていうのが多いかもしれないですね。で、御社、あと首里城。はい。に次ぐ、まあ2番目の木造建築ということで、まあホームページとかでもね、あの、乗ってらっしゃいますけど、まあ、首里城の方は、ね、はい、残念ながらということです。そうですね、首里城は残念ながら昨年ちょっと、燃えてしまったんですけれども、弊社の、貯蔵庫、泡盛の貯蔵庫が木造の貯蔵庫になっておりまして、はい、沖縄でも、まあ、首里城に次ぐ、大きさの木造建築物ということで、だいぶ認知されておりますね。はい、いい腰を作るために木造の貯蔵庫ということでやっています。やっぱ木造の方がいいとか、はい、なんかそういうのあるんですか？そうですね、木造の方が、まあ、年間を通して、温度一定に保って、ある程度弊社が目指す支出に、持っていきやすいっていうのはありますので、はい、そこにこだわって木造貯蔵庫を、作りました。はい、あと、御社、陶器も作られてるということで。ありがとうございます。弊社、そうですね。まあ、うちの経営理念として、青森文化の継承と創造っていうのがあるんですけど、はい、その青森文化の継承の部分なんですけど、まあ、特に青森の一番の特徴としては、古酒、まあ、方言で空酒って言いますけれども、そうですね。はい、この古酒を、まあ、継承していくために何をするべきかっていうところにこだわると、やはり古酒を作るための、寝かすための容器ですね。この容器からこだわって作ろうということで、はい、自社で陶器の工場を持っていまして、沖縄の土を使って、で沖縄の職人が手作りでろくろを回して作、はい、その亀に寝かしてるっていうのが一つの売りです。はい、ね、おそらく、そうですね、自社で、まあ、酒造所が、はい、窯元でもある、あるっていうのは全国でも珍しい、まあ、弊社だけかなというふうには思ってます。あ、窯ね、はい、で今日なんですけれども、ご紹介いただけるお酒、はい、はい、うん、あ、そうですね、はい、先ほど申しました、青森文化の継承と創造、経理の部分の、創造の部分なんですけど、はい、それはまあ消費者の、まあ、思考の変化に合わせて新しい青森を作っていくっていう部分で、それが今回紹介する夢航海っていう、
商品。素敵な名前ですね。素敵な、はい、ありがとう夢公開ってのが。夢公開、うん。ただ、来月リニューアルをするんですけど、うん、名前も変わらずに、ね、一応こういう感じのボトルデザインに変更になります。あ、もうちょっと近くにいいですか？もうちょっと。ああ。こういう感じで。まあ、これ、夢公開という、うん、ブランドは昔からあるブランドで、来年でもう38年になるブランドなんですけど、はい、このラベルに描かれてるこの、船ですね、これがまあ新興船、昔の琉球王国時代の、はい、新興船をイメージした船になっておりまして、今ちょうど久山さんの後ろにある一升瓶の、うん、あ、こっちね、はい、ラベルのデザインにも載ってますけど、はい、その進行線をイメージしたデザインボトルにして、うん、まあ、夢を抱いて未来に、うん、後悔していくというか、うん、出ていく、未来を出ていくっていう、そういう意味合いを込めてつけた名前になっておりますね。うんうん、今度は、はい、なんか宇宙、宇宙ですか、宇宙というか、なんか、なんか空、なんか。そうですね、まあ、海からもう宇宙につながってるようなイメージで。うん、はい、まあ、本当にこう世界羽ばたくっていう、そういうイメージを持って、あのデザインも新たになっております。はい、でこの商品 の, あの、まあ、中身、大事な中身の部分なんですけど、はい、まあ、新しいこう思考に合わせてっていうふうには申し上げましたけど、実際こう中身の作り的には昔 の,、まあ、あの青森の作りを現代に復活させた手法ということで、はい、青森の、シージル親戚法っていう製法が、ね、御社のね、青森のラベルとかには必ずずっと言ってほど書いてらっしゃいますね、はい、シージル。そうですね、うん、この製法なんですけど、うん、まあ、50年ほど前まではどの青森メーカーもやっていた製法なんですけど、うんうんうん、それが、まあ、機械化オートメーション化とか、あと衛生管理の徹底の部分で、はい、廃れていった製法なんですね。具体的に言うと、前回仕込みに使った汁を、うん、まあ、主に、米のとぎ汁とか、はい、原料米、沈積したその汁を残しておくと、うん、結構酸っぱい、臭い、汁になる。それがシージル、方言でシージルって言うんですけど。ね、シークワーサーとかも、はい、まあ、酸っぱいっていうの、シージル。はい、おっしゃる通りです。C っていうのが酸っぱいとかっていう意味なんですけど、うん、その C 汁、前回仕込みに使った汁を残しておくと酸っぱい汁になる。残して、しなると、うん、はい。その汁を残しておいて、次回の仕込みの原料前に、うん、洗わずにその汁に、C 汁に浸しておくっていう、それを C 汁親戚法っていうふうに言いまして、その工程を経ると、うん、まあ、青森、具体的にこう青森の、まろやかな甘みのある味わいになるっていうのが経験的に分かってたんですけど、はい、うん、それをまあ科学的に論文として提出やりまして、うん、その製法も評価されて、はい、弊社の社員がですね、うん、醸造学の博士号もいただいたっていう、そういう製法なんです。すごいですね。はい、うん、で夢公開に関しては、うん、プラスこう蒸留の方法が、はい、蒸圧蒸留ではなく割と軽やかな味わいになる、うん、なる減圧蒸留っていう、はい、うん、蒸留の方法なので香りがすごく特徴的で、うん、青リンゴのようなフルーティーな香りっていうのがすごく特徴で、うん、それがまあ、はい、現代的な、うん、青森の解釈として新しいタイプの商品ということで出させていただいてます。はい、でぜひね、青森というとこう、まあ、皆さんイメージ的にはこうしっかりしたこう、はい、味わいというか、方が、まあね、いらっしゃるかと思うんですけれども、まあ、そうではない、はい、どちらかというとこれから青森飲んでみようかなとか、まあ、そういった方に、ね、どちらかというとおすすめのお酒ということで、はいはい、そうですね、うん、おっしゃる通り古酒にするタイプの青森とまたすぐ飲んで、うん、食中酒として楽しむタイプとちょっと、うん、まあ分かれてると思うんですけど、うんうん、この夢公開に関しては、まあ、食中酒で割とさらっと飲めるタイプなので、うんうん、まだ泡盛に馴染みのない方にも入りやすい、うんうん、そういう商品になってるかなと思います、ね、名前も
いいです。カジュアルですし。ありがとうございます。デザインも、はい、うん。ありがとうございます。ね、かわいいラベルで、はい。はい、うん、そうですね。まあ、ぜひ、今回の新キット、まあ、事前にご購入いただいたお客様には、まあ、手元にあるかと思いますので、はい、ぜひ、まず香りですかね。はい。うん、香り、青リンゴのような。うん。はい、あと、飲み方とか、あと、なんか、はい、特にこういった感じの料理に合うとか、そういったものっていうのはありますでしょうか。そうですね、この夢航海、うん、度数、アルコール度数が30度ありますので、うん、基本的には地元も、さっき言った食中酒に割って飲む、うん、水割りとか、あと最近で言うと、はい、炭酸水で割って飲むっていうのをお勧めしてまして、大体、まあ、炭酸水2位の泡盛1で、度数的には10度ぐらいになりますので、うん、それぐらいで飲んでいただくとか、うん、で料理はもう本当にもう普通の居酒屋料理沖縄料理じゃなくて居酒屋より唐揚げでもいいですし、うん、結構割っていけば、うん、香りも穏やかになりますので、うん、お刺身とかそういった、はい、いいですね、食にも合いますね、うん、はい、これぜひね、ご自宅でもお試しいただければと思いますし。はい。うん、で、まあ、今回ちょっと、きっとね、ご購入いただけなかったお客さんも、くらいに、商品自体、もう取り揃えておりますので、はい、ぜひね、ご視聴、うん、いただいたお客様、ご購入いただければと思っております。はい。よろしくお願いします。うん、で、沖縄は今、どうですか、はい、あったかいというか、気温っていうのは、どんな感じなんですかね。まだ、すごくあったかくて、うん、日によって、車の中はこう、うん、クーラーかけたりとか、うん、日が照ってるとすぐちょっと暑いぐらいの時期でもあるんですね。うん、これが年を明けると割とこう、うん、一気に気温が下がりますので、うん、またちょっと沖縄としても寒い時期に入りますから、うん、そういった時は意外にお湯割りも青森って美味しい。あ、そうなんですね。はい、うん。あんまりお湯割りのイメージないと思うんですけど。ないですね。はい。まあ冬場は。うん、米が原料なのでお湯割りも美味しくいただけるかなと思います。うんうん、ああ、これはぜひね、試してみたいですね。はい、水じゃなくて、はい、まあ、冬場はお湯割りでも、うん、そうですね、ということで、はい、さっき言った度数も30度、うん、夢航海しっかりありますので、うんうん、お湯割りにしても伸びがよく美味しくいただけます。はい、はい、ありがとうございます。で、又吉さん、まだまだね、沖縄の話とかも全然してないんですけど、聞きたかったんですけどね。ちょっと時間がそろそろちょっと来てしまいましてですね。はい、まあ、今回、お話にも出ました、はい、まあ、陶器も作ってらっしゃるということで、うん、はい、プレゼントの方を、まあ、うちに、こちらに届いておるんですが、ありがとうございます。すごい。先ほど申しました、自社で。うん。焼いたとっくりになりますね。ここでポンってこうシリコンの蓋がついて、そうですね、はい、でこれをもうご購入いただいて、お酒こう入れていただいてっていうこと、入れていただいて、うん、寝かしておくとすごく味がまろやかになっていくのが、うん、本当2ヶ月3ヶ月で分かってきます、うん、これを体験しながら飲んでいただく、いいですね、これ、はい、ありがとうございます。すごく貴重なもの。高価な。まあ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 、それはちょっと秘密ということで。はい。ぜひ、ご視聴のお客様、こちら、欲しい方ですね。まあ、プレゼント、キーワードの方、はい。発表、又吉さんからお願いいたします、はい。はい。それでは、キーワードの方でですね。うん、キーワードは、青リンゴで。青リンゴ。はい。青リンゴでよろしくお願いします。これは夢航海、はい、夢航海の、まあ、香りの特徴、まあ、表現をしているこの青リンゴっていうフルーティーな香りを、うん、まあ、今回のキーワードにしたいと思います。はい、もうこちら、まあ、プレゼントがね、もうすでにご応募いただいているお客様もいらっしゃると思う。ちょっとこちらはプレゼントどうかちょっとあれですけれども、はい、一応こちらが今回プレゼント中古さんプレゼントということで、はい、ご紹介させていただきます。はい、ありがとうございます。ちょっと早いもので、もう今年も、ね、もう残りわずかですけれども。そうですね。うん、今年も大変お世話になりました。いえいえ、こちらこそ。はい、また、そうですね、落ち着いたら皆さんね、沖縄旅行とかね、ぜひ、ああ、そうですね。野菜には。御社は、あれ、見学とかもできるんですか？あ、はい、元旦と、うん、
毎週木曜日はお休みをいただいておりまして、それ以外は特に予約とかもしなくても一応、うん、そうなんですね、行動見学もできますし、大、うんうん、人数であればなるべく予約をいただく、ちょっとね、予約した方がいいということで、うん、はい、で那覇空港からそんな遠くないということで、はい、うん、那覇空港から車で10分ぐらいで、うん、ね、ぜひ皆さんも、ね、はい、受講者さんに、はい、私さんは東京の住んでるから会えないかもしれない、ね、私も遊びに行きたいぐらいなんですけど、はい、ね、ぜひ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。でまた、はい、ありがとうございます。はい、すいません、今日はお忙しいところ、はい、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。次ですね、沖縄県の今度は山川という、青森を作ってます、山川酒造の山川宗邦社長にご出演いただきます。山川さん、聞こえてますでしょうか？聞こえてます。あ、すいません、お待たせしました。 YouTube も見てました。大変でしたねなんかね、なんか、いや、私さ、ちょっと大丈夫か、ちょっと音声がつながらなくてですね、なかなか顔は見えるんですけど音声がつながらず、ちょっとまた違う形でご紹介したいと思いますので、はい、先にやってもよかったかなとか思なので、すいません、ちょっと青森のいろんな話を聞かせて今日はいただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まず自己紹介からすいませんがよろしくお願いします。はい、沖縄県の山川酒造の山川と申します、蔵はですね、1946年創業でして、はい、蔵のある場所は、沖縄県の本部町、本部町って言っても皆さんわからないので、美ら海水族館もあるし、はい、那覇空港から車で約2時間ほどの、まあ、まあ田舎なんですけど、車で2時間、はい、自然が豊富で、まあ、水も豊富で、お酒作りにはまあ私は向いてると思うんですけども、そういうところに、蔵はあります。ございます。で、うんうん、もっと話しても大丈夫ですか？あ、どうぞ。はい。はい、まあ、創業当初から、古酒の山川ということで、うん、まあ、地域の方からも呼ばれ、はい、古酒作りにも力を入れておりまして、うん、もちろん美味しい年代物の古酒を作るためには若いお酒もいいお酒ではならないということではあるんですけども、うん、まあ、創業者の、まあ、私からは祖父にあたるんですけども、山川宗道が、うん、どんな時でもとにかく頑張って古酒を寝かせておきなさい、まあ、いずれは古酒の時代が来るからということで、うん、まあ、私で、まあ、社長で言えば4代目なんですけども、うん、まあ、4代にわたって、はい、年代物の古酒作りに励んでいる蔵で、うん、おそらく和紙の中では一番古いであろうと言われている1967年上流の1967年、はい、はい、53年古酒になるんですけども、うん、も販売しております、はい、とにかく古酒にこだわっている蔵ですね、うん、まあ、山川さんの山川といえばもう古酒ということで、皆さんまず覚えていただきたいというところではありますね。そうですね、まあ、ありがたいことにも、はい、古酒の山川と呼んでいただいてまして、大変ありがたいです、はい、ありがとうございます。で、今日は、ご紹介いただくのが、山川の中でもちょっと亀フィニッシュという、そうですね、この亀フィニッシュというお酒は、うん、年1回しか、まず出さないんですよ、うん、で年1回しか出さなくて、うん、全国でも14店舗14社にしか 出していない、うん、まあ、非常に、まあ、希少なお酒でして、うん、まあ、今年は一所瓶で660本しか出しておりません、うん、で青森銘酒会の中で、まあ、全国で約青森銘酒会っていうのは140社ほどあるんですけども、うん、その中でも、もうニーセーターの会という会にしか出してない商品ですね。うん、まあ、ニーセーターというのは沖縄の方言で、まあ、うん、まあ、若い青年といいますか、うん、どちらかというと男性を指すんですけども、うん、はい、その会 の、うん、あの初販店さんの14社にしか出してなくて、うん、まあ、2年ほど前までは、はい、一所瓶と600ミリも出してたんですけど、うん、今年は一所瓶だけ660本という本数を、出しております。貴重な、すごい限定のお酒でありますけど、まあ、その、はい、まあ、亀フィニッシュという、まあ、
まあ、名前の由来で、まあ、亀で、まあ、寝かすということなんですけれども。そうですね。うん。まあ、私も、まあ、去年ですか、焼酎コーリングで、試飲会、また、打ち上げじゃないの、皆さんと、お客様と飲んだときに。はい。ね、非常に、通常の山川も美味しいんですが、よりこう、なんていうんですかね、口当たりが柔らかいというか、なんていうか、スーッとこう、入ってくるような、そうですね、まあ、山川と比較して、うん、まあ、山川も美味しいと思うんですけども、うん、この亀フィニッシュの山川は、うん、まずステンレスタンクで約1年寝かせまして、うん、その後また亀で約1年といいますか1年以上寝かせて出荷するというので出してますので、やっぱり外的要因でこの亀から来るもので、非常にまあ柔らかくてまろやかさのある商品ですね、はい、もうちょっと香り的なカカオ系の香りがしてですね、まあ、私のおすすめの飲み方としては、はい、ロック水割りがおすすめではありますね。ロック水割り、はい。もう沖縄の方はあんまりお湯割りみたいな、まあ、青森どうなんですか。沖縄の方はですね、最近は寒い日にお湯割りというのはあるんですけども、もともとも亜熱帯の気候なので、はい、やっぱり水割りロック、まあ、ロックっていうのも地元の方はどちらかというと水割りが圧倒的に多いんですけど、あ、はい、まあ、ただこの亀フィニッシュに関しては地元には、うん、基本的にはその14社しか出してない1社沖縄に支店が出して、はい、支店を出してますので、あ、そこには置いてますね、そのニセーターの会はもともと千葉の、はい、チュランペンさんなんですけど、沖縄に支店を出したので、うん、そこには出しているという形で、まあ、お湯割りでも美味しいとは思いますけども、うん、私はその亀フィニッシュに関しては、うん、例えば、まあ、まあ、泡盛ボールといいますか、まあ、ハイボールみたいな感じです、うん、炭酸割りとかはよりはやっぱり水割りロックの方が、亀フィニッシュはやっぱり亀の香りとか、があるものですから、それをちょっと損ねる感じがするので、はい、ロック水割りがおすすめですね。炭酸割りにするのであれば、山川の30度をおすすめします。うん、山川の30度は夏場に炭酸割りでおすすめしてますね。はい。はい、ありがとうございます。はい、で、まあ、青森の、まあ、特徴として、まあ、あれですね、漆器っていう、まあ、まあ、古酒によく使われてる。まあ、これは青森だけなんですか、漆器方法というか、こう。漆器っていうのは、まあ、クレアさんはご存知だと思うんですけど、うん、スペインでしたシェリー酒のそれらシステムに、それら法にも似てはいるとは言われてはいるんですけども、まあ、厳密に言うと若干違うんですけど、うん、ただ日本の、お酒の、まあ、文化で、漆器をやっているのは青森ではないかな、うん、青森しかないのではないのかなとは思っていますね。で、まあ、その漆器っていうのは、まあ、まあ、後で多分、ね、出てくる話なんですが、うん、まあ、私どもは伝統的漆器方法で作った長寿伝説という古酒があるんですけども、うん、まあ、亀を9本ずらっと並べたり、はい、並べたもので一番古いのから取って、うん、まあ、まあ、ゴールドっていうのがそれで、シルバーっていうのは6本並べて、うん、一番古いのから約 10% 取って、うん、まあ、2番目からまた一番古いの、うん、2番目のものには3番目から、うん、はい、どう、3番目には4番から移動って、ちょっとこれ難しい話になるんですけど、うん、約 10% を、うん、質疑、そのまあ、親酒の 10% は販売して、10% ずつ質疑をしていくという形で、はい、うん、まあ、特に亀が多ければ多いほどっていうのが、うん、弊社の一番も古いや、ゴールドのやり方であれば、うん、まあ、専門家の先生が 10% ずつ取るのであれば、うん、100年後も100年前の古酒が若干残って、はい、うん、若干じゃないですね、ある程度残っている、はい、あくまでも理論上ですね、理論上では残っている、はい、ということをお話ししてまして、おそらく琉球の王様はそういう棺の古酒を、まあ、200年ぐらい経ったものを飲んでいたであろうと、はいはい、はい、言っているみたいですね。そうですか。ですから私どもは100年古酒を目指して頑張っているので、まあ、一番そのゴールドは古いのが1992って1992年のお酒で、まあ、28年古酒っていうのが一番、はい、若いのが10年で質疑をしていると、はい、シルバーも、は1999が一番古くて、7年ものの古酒を質疑しているという形でやっております。で、まあ、10% とよりはもう
10% なんですけど、100本、500ミリ100本しか出ないです。はい、この世に出ないです、ね、はい。そうですね、その味わいのものは。はい。ありがとうございます。はい。ちなみに、カネフィニッシュも660本出たら、来年出るのはこれと違うお酒なので、うん、まあ、ね、世の中には、その、今出ている660本しか出ないというお酒です。うんうん、ね、こうやっぱヴィンテージというかね、やっぱそういう、まあ、お酒に好きな方も、まあ、他の、まあ、ちょっと私は音楽にすぐ例えてしまうんですけど、まあ、ね、ギターとかその年代ものっていうのはもう、はいはい、もうね、だんだんなくなってくるもんですからね。あの、そうですね、はい。まあそこは、そのお酒もそういう貴重ないいとこではあるので。そうですね、うん、まあまあ希少性が高ければ美味しいかというと、それはまあ少しなので、ではあるんですけども、まあ、私はカメフィニッシュ美味しいと思います。個人的にも好きなお酒なんですけども、はいはい、その分しか出ないので、出張の時にある意味で飲みに行くのが楽しい、うん、あの飲食店さんに行くのが楽しい。あの、そういう、ね、出てる酒だからね。はい。こっち行った時にじゃなくて止めないっていう。はい、ですから、まあ、瀬野さんに、あの、どこに入れてますかっていう話を言うと、じゃあそこに入って。店舗というと、そこに行って、はい、あの、飲みに行くのが楽しみな商品ですね。もちろんテイスティングはしますよ。はい。はい、でまたね、それで外で飲むとまた違いますからね。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、で、そうですね。そろそろ、まだ時間は、もうちょいかな。まずちょっとこう、今回のプレゼント、先にちょっと発表しますけど。はい。これがちょっとすごい。はい。これが今、あの、説明した、長寿伝説の伝統的質疑法、質疑方法によって作り上げた、あの、質疑種ですね。で、これは、まあ、たまたまなんですけど、番号も、あの、100本しか出てなくて、39番、サンキューっていう感じで。ああ、ありがとうございます。はい。に、あの、なってまして、よかったなと思って、あの、あったので。すごい。これも、これ、ボトルも、ちょっと私が言うのもなんですけど、相当希少です。はい。美味しいですよ。これは飲んでみたいな。はい。で、これちなみに、こう、写真も、この写真の、に、実は私、写っていると言いますか。こっち、赤ちゃん。はい、赤ちゃんあの、赤ちゃんじゃなくて、後ろに、あの、白いシャツを着てる女性が立ってると思うんですけど、のお腹にいます。あ、お腹の中に。あ、じゃあまだ生まれてないです。生まれてはいないんですけど、そのお腹の中。あ、そうなんですか。はい、まあ、ぜひね、これも、はい、この今、ご覧になってるこの、開いて、右側の方に、はその伝統的な質疑方法のやり方を考えています。こうですね。こう、はい、徐々にこう、そうです、そうです、そうです。星を足していくっていうね、はい。ありがとうございます。こちらも、ぜひ、あの、欲しい、これ、本当プレゼントでよろしいんでしょうか。はい、あの、ぜひ、あの、はい、あの、ご賞味いただきたいな、ということで、やっぱり、あの、希少ではあるんですけど、うん、飲んでいただかないと良さもわからないのかな、ということで、ぜひ、はい、ご賞味ください。これ、抽選なんですか？え？抽選かなんかなんですか？そうですね。あの、たくさんもしご応募いただいた方から、まあ、抽選にはなるので、1名様プレゼントなので、はい、まず、ね、これから発表していただく、こう、キーワードをね、あの、応募していただかないと、はい、まず、当たりませんので。はい。はい、じゃあ、キーワード。キーワードは、はい。はい、キーワードは、古酒の山川です、はい。やはりね、あの、山川さんというと古酒ということ、古酒の山川ということで、はい、あとキーワードは、古酒の山川で、はい、はい。よろしくお願いします。まあ、ちなみに私のバーチャルの後ろに映ってるのが蔵です。え？ああ、そうですね。今、バーチャルで、はい。あ、バーチャルで、はい。白い建物と、このグレーの建物。今はですね、この白い建物はショップが入ってたんですけど、それは壊してまして、うん、グレーが貯蔵庫の方ですね、右側が、うん。で、作りはこの白い建物の後ろの方で作ってるので、そこはちょっと見えないんですけども、はい、まあ。ちなみに貯蔵能力としては6000石あります。すごいですね。大体あの44度換算で、やっぱり年代物、ちっちゃい蔵なんですけど、うん、あの、古酒に回す率が、うん、あの、沖縄でも多分自分で言うのもなんですけど、有数だと思います、うん、率がですね。作ってるのはまあ大手さんの方がずっと多いんですけども、はい、古酒に回す率が高いということです。うんうん、あとね、うちの、ちょっとうちで古いお酒があったんで、ちょっとこれも、ちょっとごめんなさいね。はい。そうです。あ、
これは、うん、うちの古酒の中で2番目に古いです。1967が一番市販しているものでですね、はい、1967が一番古くて、うん、1971は2番目に古い。あのこれ蔵にありますんで、こちらも、はい、もしよろしければい、はい、すいません。いやいや、はい、もうそ、はい、ご貴重なお酒、はい、来年50年ですよね。来年50年、はい、ありがとうございます。50年越しということで。はい。すみません。今日はちょっと短い時間で申し訳ないんですが、ね、まだちょっといろいろお話もお伺いしたいところですけれども、はい。はい。はい。ありがとうございました。すみません。はい。また、いろいろお話聞かせてください。はい。こちらこそ、どうもありがとうございました。ね、山川社長もいろいろこちらね、来る機会があるみたいで、イベントだったり、なんか、はい。いつもだったらあるんですけど、今年はコロナの影響で、はい、うん、まあ、3週間ほど前にやっと、まあ、2回目ですね、2月のコロナが、はい、まあ、第1次ですかね、の時は緊急事態宣言の出る前だったので、うんうん、2月までは行ったんですけど、その後はやっぱりコロナでもうご多分に漏れず行けなくて、うんうん、11月の末に、まあ、池袋でちょっと物産展があったので、うんうん、ということで、うん、どうしても、まあ、コロナが収束しないと出張はなくなりますね。残念なんですけど、本当は倉谷さんに、はい、お伺いして、うん、一緒に亀フィニッシュ飲みに行きたいです、ね、そうですね、はい、はい、まあ、ぜひ、はい、そういうね、落ち着いたらぜひよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今日はお忙しいところありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。またですね、こういった形で、いろいろ、焼酎の方、焼酎青森、ご紹介、またいろんな形で皆さんに、お届けしたいと思っております。これを機にですね、まあ、たくさん、焼酎好きになっていただいたり、飲むきっかけができればと思っております。また違う形で、焼酎コーリング、またやりたいと思っておりますので、その時はまたぜひ、ご視聴なり、またイベントご参加いただければと思います。今日、12月の5日、土曜日と、今日、12月13日日曜日、お付き合いいただきまして、誠にありがとうございます。また、今日の模様ですね、またちょっと編集して、流せる場合は、流したいとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは、2日間、お送りしたのが、クレアの、セモでした。長い時間ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。